見えてるもんな。でもいや、飴のうずめの可能性あるんじゃないかな。まさに女性器を見せつけると言ったらうずめたんだろう。どうしよう、ちょっと待て、ガンガンに変えとくのがいいだろうな。うん、弱点なし、闇を打ってくるわけないだろうな、さすがに。ガンガーからまあ全属性試していくか、全く予想がつかないからな、フーフーラから。あ、ジオ試しとったらよかったか、はいよ。あ、普通に効く。ガールーはどうだ、ガルーラ覚えたからね、結構効くんじゃないかな。ボスだから多分弱点がないと思うんだけど、まあ普通に割と何でも効く感じか。物理はどうだ、物理は。あ、何でも効くね、アギラを。行きなさい。効かないものはないって感じ。あー、おアギ、この動きダメだろ。え、股間からアギ出した、アギか。全然ブフーで効いてたから、もうブフーラゴリゴリ押していくか。ブフーラのダメージが一番でかかったもん、123。じゃあそうだな、ガールーラソニックパンチでいくか。そんなにダメージ変わんないし、あー、まあガルーラの方がいいか。タルカジョ使っていこう、ミサキに。あ、そうかそうか、すでに効いてるからそのダメージ。なるほどな、俺の戦略に自らハマってしまったようだ、俺が、俺自身が朝日大で柵に溺れていたようだ。俺が何か特にじゃ効いてるってわけじゃないな。行きなさい。あれは絶対なんか変化してくるよ、やっぱりな。楽しんでね。これすげえな、くびれ部分どうなってんだよ。本当に私はまだまだ壊れちゃったりしないでよね。マハラギ、あ、マハラギか。あ、これまずいな、アギラを。毎回その動きするのかよ。お、そっちに打ってくるの、てっきりチエちゃん殺しに来るかと思ったけど。チエちゃんガードしとくか。そうだな、チエちゃんガードだ。まあ軽く効いてる間に攻撃しとこう、ルフィーラで。まあヨスケも殴ってくさ、ガールーラ76。まあソニックパッチ大して変わらんか。チエちゃん悪いけどガードだな。でメディア打っとこう。非属性だったら完全にイッキーとかぶっちゃうな。マハラギオンすげえ、技が多彩。あ、ガードしてよかった。よし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 、攻撃力戻ったか。まあ、ここはメディラマでしょうね。マハラギオンか、もうチエちゃんは完全にガード役だな、動けない。ヨウスケは殴ってっていいか、ひたすらガルーラで。非属性だったらユッキーかな、今後使っていくとしたらな。まさか被るとは思わなかったな。あ、間違えた、ガード。おいおい、じゃ次に回させてくれ。つい癖で。アギも効くんだよね、一応ね。チエちゃん避けてくれよ。マハラギ打ってくるだろうな。マインドスライス打ってるか。おお、いいね。カウンターツーズ、あ、これ今防具でね、紫のスーツっていう、なんか高かった紫色のスーツを手に入れまして、たまに物理攻撃を反射するっていうね、そういうなんかオプションがついてるんですけど、それが発動したみたいですね。今のはでかいぞ、まあ、全体物理も打ってくるか。大して怖くはないな。一応チェイちゃん心配だからメディラマしておいて、まあ2作でも殴っていけそうかな、この感じだったら。チェイちゃんがずっとガードしてれば問題ないですよ。意外に強くなりすぎちまったか、もしかして。チエちゃんもガード、常にガードに合わせとこう、カーソルを。でアギラを、第二形態がなりそうだな、どうせ。あ、来た。こんだけぶたれてまだ不満なわけ。顔は何を表現してるんだろう、この顔のテカテカ。じゃあいっそ死になさい。声かわいいな、マハーナライズ。おいおい、動き主張しろ。分析された。え、何これ、敵がアナライズして何の意味があるの。弱点つきまくってくるとかそういうことかな。でも
特に何もって感じか。普通に攻撃していくか。ブフーラ、あでもなんか体勢変わったりしてそうだな。もう半分いってんじゃん。この相手は楽勝だが、当たりそうにない、当たりそうにない。もうそれスクカジャがどうのこうのとかいう次元じゃねえな多分。そしたら当たりそうにないってなんだ。何しても無駄ってことか。とりあえずもう一回かわされたとかじゃないもんな。当たりそうにないだもんな。おとなしくガードだろ。そしたらマハブフ、あ変わった属性が。あよかった、ユッキーナイスガード。これで当たるようになるかな。ブフーラどうだ。え全くどうすんだよこれ。ターン経過待ちかな。それかデカジャーしなきゃいけないとかそういうことかな。こっちもアナライズしてみる。雷だけ試してないな。雷光闇は試してない。いやでも全部当たらないだろうな。どうせどうしよう、様子見っか。ガードガードでマハジオ、あ何で持ってくんじゃん。もうもはや安心して動けるの三崎ぐらいか。つってもな攻撃してもだしな。ちょっと一回陽介が不安だから回復しよう。ジオ持ってくるんだったら陽介もガードしなきゃいけないし、で耐え忍んでみるか。何ターンか様子見で。当たりそうにないって言われたらどうしようもねえもんな。あガール持ってくる。ターン経過で、あやっぱりね、ターン数経過で体勢が変わるって感じか。こっからまたじゃあなんか当たるようになるのかね。は終わったあこのパターン初だな。あなんだ負けイベントか。負けたわけじゃないけど。なんなのあいつ、全然こっちのが当たんないじゃん。イベント戦か。くそ、攻撃が全部読まれてるみたいだ。読まれてたな。マハアナライズとかいいね、便利だね。クマ、何の役にも立たないわそれクマさっき何も言ってこなかったね。全然ナビゲートしてくれなかったぞクマ。やる気ねえのか。なんだまたアナライズか。この力って多分こっちを探ってるクマ。ちょっとまずいクマ。設定的にはかなり強いな、リセチのシャドウ。まずいってどんな風にだよ。あリセチって呼んじゃった。はい体勢完了この体勢きつそうだな。リセじゃ反撃いくよ。かわせるもんならやってごらん。てかこれ戦闘中にこのイベントにならないんだ。めっちゃブルってる。嘘だろこんな勝てないってこと。すげえ負けイベントはどうなんだよこれ。私たち死んじゃうの何度か死にましたけどね。ダメクマ、死ぬとか絶対ダメクマよ。クマはどうすればいいクマ。みんな先生、これもしかしてクマ覚醒イベントじゃねえか。なんとかしてくれクマ。あ早く逃げろ、助けてくれ、自分で考えろ。あここはやっぱ自分で考えるだろうな。ペルソナ的にこアドバイスしちゃダメなやつだろう、この覚醒イベントって。己で答え見つけるんだクマ。クマにできること何かあるはずクマ。クマのかっこいいイベント来るんじゃねえか、ここから。クマはまた一人ぼっちになるの。早く覚醒してくれ。いやクマよ。また解析か。ちぃ、またやりやがる気だ。クマ、早く俺たちの前に立ってくれ。クマ、クマ。はい、またまた解析完了。その動き本当にひどいぞ。変にね。やばい、来るぞ。お。より先に体が
な、何前に出てんだわしゃ。クマ。とんでもないことをしてかしそうで困ってしまっている自分。余裕がありそうだなクマ。こうなったらやってやるクマ。クマがここで覚醒するのかな。クマの生き様、じっくり見とクマ。ちょいちょいダジャレ挟んでるから余裕あるんだろうな。お、スーパーサイヤ人。すごい高エネルギー。目覚めたクマが怒りと悲しみの。あの変なやつ飛んでくる気。スーパークマ人になった。クマ、てめえ何する気だおい。スーパーサイヤグマ。うわ。かっけえ。クマ。超予想外の展開になってきた。終わり？クマ。一旦もめになってる。バカが無茶しやがって。無茶しやがって。でもお前ギャグ要員だからきっとギャグ的に助かるんだろクマ。クマ。みんなの役に立てたクマか。専用顔グラ。結構えぐい顔グラフィックしてるな。立ったところじゃねえよ。命の恩人だよ。さっきの力は何だったんだろうな。ちょっと空気入れてやろうぜこいつの中身に。そっか、よかった。一人ぼっち嫌だから。クマ、クマくん立てるのか。すげえ。クマ。どう、なんじゃこりゃ。どうやら余裕あるみたいだな。眼球は保ってるな。大丈夫だ、眼球は無事だ、安心しろ。とりあえず死にそうではないな。そうだな。なんかかわいそうだな。ここって本当倒したところになるのか。これであっけなかったな。ごめんなさい、私のせいで。そうだな、ちょっと熊に一生捧げないといけないな、理性は。これそうだな。もう無理しなくていいにしとこう。だいぶ無理がたたってたようだからな。なかなかきつかったぞ。以来だろう、そんなこと言ってもらったの。エピソード的にはなんかあっさりめのエピソードだったけど、シャドウの造形がちょっと動きがなきつかったな。今までで一番。漢字も大概だったけどな。まっさり認めちゃうもんだって。ごめん、今まで辛かったね。私の一部なのにずっと私に否定されて。ええやん、ええ子やん。私どの顔が本当の自分か考えてたけど、それは違うね。そんな風に探してちゃ本当の自分なんてどこにもない。なんかすげえ爽やかな話になったな、よかったわ。本当の自分なんてない。あなたも私もテレビの中のリセチーだって。私から生まれた。そうだな、全部私。すごいあっさり爽やかな感じで終わったな。全然違えじゃねえか、誰だよこいつ。さっきのやつ出せよ、さっきのやつを。リサはもう一人の自分。ヒミコ。ヒミコは予想外だったな。ヒミコか。そうか。いや割と雨のうずめか出雲のお国の方が割といいんじゃないの。あ、ヒミコ。わっと、リサちゃん。ヒミコか。リサっていいから。確かお店に来てくれた人だよね。店が購入されたな、よかったな陽介。こいつだもん。簡単に挨拶をした。なんで陽介お前
リーダーぶってんだお前が。こいつらとか言っちゃって。そっか、先輩になるんだ。みんなありがとう。そっか、1年生っつってたっけ。高1で、まあそんなもんか。高1でグラビアアイドルとかいるか。すごいな。後で全部ゆっくり説明するから、今は。どうしたの、チエ。あ、なんだ、クマが本当の自分なんていない。まさかこの BGM シャドウクマが出てくるってことか。おい、クマ。この状態でクマ、戦えるのか、クマと。ダメ、下がって。あの子の中から何か。シャドウクマや。あ、連戦ってことか。やたらあっさり味だと思ったわ、理性で。実に愚かな。声かっこいいなお前、クマ。悪っ。なんだよあいつ。顔悪っ。まさかもう一人のクマくん。クマくんの内面ってこと。お前にもちゃんと中身あったんだな、よかったな。多分そう。でも何かの強い感傷を。何かの犯人かね。何かどうしたクマ。お、自我を持ってるのか一応クマ。おお。真実など得ることは不可能だ。もう常にこの声にしとこうぜ、クマは。このかっこいい声に。真実は常に霧に隠されている。にしても顔怖えな。手を伸ばし何かを掴んだ。それが真実だと確かめる術は決してない。なら真実を求めることに何の意味だ。もう一人のクマだいぶ哲学してるな。目を閉じ己を騙し楽に生きている。その方がずっと賢いじゃないか。な、何言ってるクマが。お前の言うこと全然わからんクマ。いや、これクマが普段考えてることでしょ。クマがあんまり賢くないからってわざと難しいこと言ってるクマね。今クマが自分と話してるところ見せられてるから。失礼しちゃうクマ。クマはこれでも一生懸命考えてるの。それが無駄だと言っているのさ。お前は初めから空っぽなんだからね。考えすぎてシャドウになっちゃったって感じか。お前は心の底では気づいてる。でも認められず別の自分を作ろうとしているだけさ。失われた記憶などお前には初めからない。なるほどな。最初から空っぽってことね。何かを忘れているとすれば、それはそのこと自体に過ぎない。そんなの嘘クマ。かわいそうになってきたわクマが。なら言ってやろうか。お前の正体はどうせただ。やめろって言ってるクマ。クマさん。一応動けるんだなあいつ。すげえなクマ。お前たちも同じだ。真実など探すから辛い目に遭う。そもそもこれだけの深い霧に包まれた世界、正体すらわからないものをこの中からどうやって見つけるつもりだ。あのこのシャドウクマめっちゃ怪しいな。なんかラスボス感まで出てるじゃん。犯人感がすごいな。真実はいつも一つ。真実が欲しいなら簡単なことだ。お前たちが真実と思えばいいんだ。でも一つ真実を教えてやる。このクマやだな。なんかお前たちはここで死ぬ。知ろうとしたがゆえに何も知りえぬまま。あー、やっぱ連戦か。クマ抜きでこんなのとどうやって戦えば。確かにクマのさっきの戦闘力やばかったもんな。大丈夫、構えて。お、リセチ。まさか
その体で一緒に戦う気？これ強制加入かな、リセ。平気。私は多分倒れてるその子の代わりができるから。リセナビが入るの？クマナビが外れて。今度は私が助けてあげる。なるほどな。ちょ、クマお払い箱の可能性出てきたな、今後。あ、そういえばマハアナライズ使ってたもんね、そういえばね。確かアナライズ能力があるってことか。だからヒミコね。納得。さっきまでと違えじゃねえかお前。すめ。さらに声低くなってる。お前たちの好きな真実は。カッペイボイス返してくれ俺の。エフェクトかかりすぎだろ声に。こんな不気味なのがあのとぼけたクマくんの中に。これだいぶ来てるな。クマのやつ見かけよりずっと悩んでたみたいだ。これだいぶこじらせてるだろ。俺たちで救ってやろうぜ。愚かしい。さあ、まずはいざ。もう声低すぎて聞こえねえもんな。あ、全開してる。まあ、同じく普通に試していくしかねえよな、ブフーだから。何が効くのか。吸収か。ちょ、待って、アナライズ。強いな、こいつ。氷結はダメだね。あ、能力はクマと同じか。くっそ、クマを超越してこれ全部ハテナがオープンになってたらな。リセをかなり尊敬したのに。あ、でもリセナビいいね、クマナビより。決めるぜ。声がいい。あ、ガルは効くね。ブフダメか。物理は効くでしょ。じゃあアギ効くそうだね、ブフがダメなら。アギラオで我の何時。これが効けばだいぶ。あー、まあコンセントレート、これ全員ガードした方がいいな、絶対。全員ガードしとこう。これはやばいのが来るでしょ。マハブフーラーか。あぶねー。あ、俺、そうか、氷結吸収か。いいね。だからブフーラーが効かないからな。いいんだけど、変えざるを得ないな。どうしよう。あれ、氷結打ってくるんだったら、火炎系に変えるのは非常に危険なんですよね。これは出しちゃダメだ。氷結見切りしかないからな。ユニコーンが氷結無効、物理耐性、疾風耐性。ユニコーンがいいかな。ユニコーンでジオンガで攻めてみるか。ジオが効けばいいか。初ユニコーンだ。あ、トラフリ使ったことあるわ、そういえば。トラフリが便利技すぎてね。ガルーラ。コーンなんとだが、ミッキーはガードだな。じゃあチエちゃんでタルカジャを打っとくか。まあ、ミサキのジオンガレでガードでしょう。愚者の支え状態上かな。全然当たらねえ。あー、まあでもちょっと待って、ユッキーが動けないんだったら一回回復しとくか。一回ガンガーで目玉打ってて回復してあげて、タルカジャはしーちゃんは自身に作るか。はい、陽介。なかなかだね。しーちゃんにかけとこう。でガード、割と安定してんのかな。コンセントレイトも多分氷結打ってくれるでしょ。したらユニコーンで、ミサキはもう投げちまうか。あんま投げてしない方がいいかな。ちゃんと防御した方がいいかな。まあ、タルカジャもったいないし。ガード。まあ一応、チェザもガードしとこう。マハブフラか。わかる。これはだいぶ楽勝だぞ。あれ、ミサキで回復してあげなきゃいけないね。毎ターンガンガンに変えるのもちょっとめんどくせえな。ネジラマー。
メディラマのおかげでだいぶ楽だな。ガルーラ。これの繰り返しって感じかな。まあ多分第2形態あるだろうな。93か。地味に削っていく感じになりそうだね。ビシャンス、これ何なんだろうね。全然だな。ガード。これ長期戦の感じですね。あとみんなガードかな。スニパンの方がいいのかな。スニパン。あー時間かかるな。長期戦の予感。ぐしゃらさ最初になんか当たるとまずそうなんだろうけど、全然当たらねえしな。この戦争に関して。あ、もう声が聞こえねえんだよ、低すぎて。ウルトラチャージ。うわ。やばそう、やばそう。何？嫌な予感がする。お、クマナビより優秀じゃないかよ、リセナビ。ちゃんと忠告してくれる。全員ガードでしょ、分かってますよ。これは絶対食らっちゃダメなやつだろう。力貯めている。あ、そんな感じ。攻撃が来るよ、防御して。一旦猶予あったんかい。もったいないことしたわ。とりあえずガードだな、ひたすらマッシュ2ヒル。おお、あ、防御してれば食らわないってことか。大したことねえな、クマよ。大したことねえぞ。でも攻撃していいんじゃねえかぐらいね。マカラスんだ。レインコーン優秀やぞ。めっちゃ活躍してる。いいね。サイレントヒル。ピートミ。いや、チエちゃんのカウンターと陽介の紫のスーツがね、発動しましたね。あ。またさらに変わってくるのか。虚無への導き。あ、やばそう。あ、気絶。あ、でウルトラチャージか。危ねえ危ねえ。今連発してたら死んでたろ確実に。危な。ウルトラターン。よし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 。これでガードができると。戦闘のチュートリアル中級編みたいな感じか。先が働きすぎて SP が。声が低すぎて。あー、出ちゃった。あ、連発。あー、ガードしてよかった。ガードしてでも気絶すんの強っ。まあでもまたウルトラチャージ2ターンね。これ気になるよね。相当エグい技なんだろうな。多分即死だろうね普通にね。まあ、全員ガードか。ちょっと食らってみたい気もせんこともないが、どんぐらい食らう技なのか気になるけど、まあ、ガードしとこう、おとなしく。これ気になるよね。相当エグい技なんだろうな。多分即死だろうね普通にね。
クリティカル。デカじゃん。デカじゃんさほど。デカじゃんされても。さあいかんな、メッシアライザー打ちて。くそ、3人沈黙か。美咲の沈黙はまずいな。速攻で直そう。うがいです。ラストじゃん。あ、意外にやべえ、意外にやばいな。うがいです、ラストか。どうしよう。おお、グロッキーだ。目玉、中身やばいぞ、目玉の。ユッキーで回復して、 SP が有り余ってる。ユッキーがだがガードだ。まあ、ラッキーか。デクンがしてる場合じゃないかな。死なれると厄介だな。気をつけて。でも殴るしかねえもんな。殴りで押し切れそうな感じはするけどね。おい、ユッキーはガードで。今回ばっかりはユッキーじゃなくてカンジ連れてきてたらもうちょっと楽だったか。ラフンダが効いてるわ。おお、効くねえ。回復に追われてる。はい、殴れ殴れ。もうぐちゃんスペースもいいわ。よしよし、またマハラ君だね。危ねえ。カウンター 10% の割にやたら発動するんだよね。アタック、あぶねえ。これで終わりでしょう。最後はそうだな、経験値上げたいのはランタンのレベル上げちゃおう。よし、アギラオヤ、これ最後の灯火でいきなりマハブフーラ打ってきたら死んでたな。そんなことはなかったんですね。黒焦げや。あ、2000。まあそんなもんか。お、ここの心ボイスもリセチに変わんの。今後リセチにやってもらおうかな。リセチのナビ良かったよ。ブフーラ来ましたね。あ、ブフと交換でいいでしょ。よし。お、氷結ブースターいいじゃん。いやー、あれはクマさんの一面なの。なかなかの長期戦だったぞクマ。けどまさかクマくんにも抑え込んでた心があったなんてね。まあシャドウがいるってことは空っぽじゃないってことだからな。よかったなクマ。クマ、クマは自分が何者かわからないクマ。これもお前だぞクマ、この目。確かに時々そんな気もしたクマだけど、クマは今ここにいるクマよ。クマはここで生きてるクマよ。そうだな。あ、まあどれでも良さそうだな。きっと見つかる。もう気にするな、クマは一人じゃない。まあ、きっと見つかるでいいか。先生、本当に見つかるクマ。やーねえな、一緒に探してやるよ。お、もしかしてクマも。この世界のことを探っていくうちにクマさんのこともきっと何かわかると思う。クマも使えるようになるってこと、もしかして操作キャラで。いや、まさかな。みんなクマは、クマは過去ものクマ。これってペルソナ？あ、やっぱり
支え合う仲間への思いが立ち向かう力へと変わる。あ、なんだこいつ、かわいい。え、やばいもん持ってない。なにこれ、まさかのペルソナ発言。金時同士金時同士か、意外。これクマのペルソナ。じゃあ本当仲間になるんだ、クマも。それすごい力感じるよ。よかったねクマリセチ、そっちの方がエロいな、さっきよりも。ま、大丈夫？そうだよ、いきなりだもん。ごめん無理させて、すんごい疲れてたのにさっきナビしてる時めっちゃノリノリだったけどね。やったね先輩っつったけどあれ無理してたんだな、すまね。早く外へ出よう。今後クマを使う時はリセチーがナビしてくれるみたいな感じかな。いいじゃん、クマナビが外れる。急にメンバー増えたな。いつ治るんだその体。リセちゃん大丈夫？もうちょっとで外だからね。まあリセチーもそうだけど、クマの方がだいぶ来てるんじゃないか。空気入れてあげようぜ、シュポシュポして。私よりクマあいつ致命傷だろ絶対、どう見ても。お前大丈夫か？俺ら戻んなきゃなんねえけど。空気入れ持ってこようぜジュネスから。しばらく一人にしてほしいクマお前そういう声も出せたんだな。おい、自慢の毛並みもカサカサだし、鼻も効かんで迷惑をおかけしてるし毛が生え変わるまでトレーニングに激しく励むクマそれ意味ある？その腹筋何を原動力に動いてるんだろうこいつは。誰もオーラを止めることはできねえあ、そうあれ、頑張ってくれ、元気そうで何よりだよ。急にどうしたんだよ話しかけないでほしいクマ。あ、そうあれ、ふんふんあ、そうあれ、ふんふん。そっとしといてやろうぜ男には一人で越えなきゃなんねえ時があるもんなんだよそうだな、一人で膨らんでもらおう。そんなハイブローな話じゃあリセちゃんは私たちへで送ってくね。とにかく今はゆっくり休ませなきゃな、話はその後でいい。じゃあリセチーもいつも通り休養に入って、クマも休養に入んのかな、しばらく。じゃあクマくん、頑張ってね華麗に復活するまでしばし待っててほしいクマ。しばらくこっち来れなくなるのかな、テレビの中に。あ、頑張れよなんかあ、リセチだいぶ来てるね。前にも言ったけど、先生の力にはどこか特別なものを感じろクマよ。お前ほどじゃないと思うぞ多分、特別さはきっとクマにもクマだけの役目がある。先生といるとそんな気がするクマだからそれ探すために強くなるクマ、クマ燃える瞳で見つめてくる頑張ってほしいなここで上がるのか。そういえば星だったなクマ、忘れてたわ、クマコミュ。あ、そうあれ、ふんふん。とりあえず目なんとかしてくれ、魚みたいなその目を。そっとしておこうとにかくリサは無事に救出することができた。いや疲れたな今回のイベント。まさかの2連戦2人増えるっていうのは意外だったね。濃かったな内容が、ただただ疲れたぞ。いやもはや良太郎が懐かしいぐらい。ああ、ほら堂島さん、前危ないですよ。お前何しに来たんだわだち。日中珍しいな良太郎。だんだんだ、こんなとこに段作ったやつ大工ですよ。てか
家に突っ込んでないで、ほら。でもどっかで飲んできたのか。あ、飯準備してあるのに。してないか、リョウタロの分は。すまねえ。おー、帰ったぞ。なのか、ただいま。ただいまな。もう酔っ払うとそんな感じか。甘える感じになるのか。めんどくせえな。おかえり。引いてるぞ、ナナコが。近寄るんじゃねえよ、お前。その酒臭さで。あ、ナナコちゃん。悪いんだけど、布団敷いてきてくれるかな。もうソファーで寝させとけよ。転がしとけ、その辺に。はぁ、あ、やれやれ。いくらなんでも飲みすぎだよ。リョウタロウも悩んでるようだな。これが飲まないでやってられるかってんだいいのかな、刑事こんなんで。急に事件とか入ったらどうすんだろうな。運転できねえじゃん。ちゃく、あのガキ偉そうに。あのガキ誰だ。俺か。いやな、うちおめえらがランドセルだった自分からこの商売やってんだ実は県警から特別捜査協力員ってのが送り込まれてきたんだよ。あ、いやほら、4月からの連続殺人にあんまり進展がないからさエリート組がテコ入れに来たって感じか。で、その協力員ってのが名の知れた私立探偵事務所のエースらしいんだけどさ。私立探偵事務所の、だいたいどこのシリーズでも探偵事務所出てくるのか。そしたらあってびっくり。君くらいの子供なんだよ。頭はやたら切れるって話だけど。頭がやたら切れるってことは正しくんではないな、どうやら。ただのガキだろ、あんなの。役に立つわけねえよ。たぶんあの青い、あの漢字に、漢字をホモにさせたやつだろ、あいつだろ。あのちっちゃいやつだろ。推理、推理、推理、け相当来てるな、亮太郎。エースだかなんだか知らんが、ガキの遊びに付き合わされる身にもなりやがるってんだ。いや、亮太郎、そのガキにだいぶ出し抜かれてるからな。目の前にいるぞ、お前を出し抜いたガキがな。バカにしやがって。その彼、難事件を解く力になれれば報酬はいらないなんて言っちゃっててさ。へえ。おかげで上がすっかり気に入っちゃって、僕らも断れなくて。そりゃめんどくさいね、アナジあー、すいません、また自分なんか言っちゃいました。今日ばっかりは亮太郎の方がめんどくさいな。ちゃく、楽しそうにペラペラ喋りやがって。もとはと言えば、おめえがあの覗き男を早がてんで引っ張ってきたからだろうが。ああ、そりゃそうだったね。変なオタク捕まえたんだったな。亮太郎のこの頬染めグラフィック、これこれ亮太郎がランク10位になったらこの顔で出てくるのかな酔っ払った顔と、いや酔っ払った顔と惚れた顔が一緒かもしんねえな、もしかしたら。気になる、亮太郎のランク10。お前お前も悪いんだぞ、何かと現場チュロチュロしやがって。そこはまあごもっともだな。叱られてしまった。話半分に聞いとけよ、こんな酔っ払いは。布団敷いた。なんだこのエロい一文は。なんだこの画面にすごい違和感を感じる俺は。何なんだ、七子に俺もお布団敷いたって言われて。ほら、堂島さん、立ってください。七子ちゃん、布団敷いてくれましたよ今の立ち上がるシーン結構ぬるっと動いたねダメだこいつ。いや、これは相当珍しいんだろうな。どうなんだろうな、だいたい仕事人間だったわけだしな。七子がお酒臭いね。そうだな、クズだな、酒飲みは。あんな大人になるんじゃないぞ七子。いや、とりあえずセーブがして、今日は学校が休みだ。今は理性の回復を待つしかない。今日お誘いあるかな。あー、なしか。じゃあまあ、ジカネット言っとくか。若干声が枯れてるわ、男女の長丁場すぎて。じゃあまあ、通販番組見てセーブして終わりだな。これをもうだいぶ聞き慣れてきたね。
もうすっかり洗脳されているのかもしれない、俺が知らないうちに。あ、来た、伝説風ソード。あー、これ先に来てくれてたらよかったのにな、ダンジョン潜る前に。9800円。あ、まあこれは剣買うでしょう、背書き前。これは剣でしょう、どう考えても。伝説風、あ、結構金ギリだったな。伝説風ソードで。そっか、日曜日前だったら金持っとかなきゃいけねえんだな。そこは考えてなかったわ。ダンジョンにちょっと心血注ぎすぎたな。だいぶベルベットルームでね、金を使いまくったしね、キツネも使ったしね。よっしゃ、とりあえず出かけるか。7個ファブリーズしとけよ、この辺に。酒臭いだろうからな。リセチアイドル、お、犬がいる、左に。リセというアイドルの子が丸9豆腐店の子ってのは本当なのかね。まあまあ、あの店からそんなね、孫がうるさく聞き回ってるよ。アイドルの時よりな、あの豆腐のカップに着てる方が可愛いけどな。うぅ、今はまだこちらを警戒しているようだ。これ何やったっけ、歌うやって目を見るやったか、優しく話しかける。結局全部やらないといけない、いけないっぽいね。くん、ワンワン、くん、犬は逃げようとしない、慣れてくれたようだ。だがどうも元気がない、お腹が空いてるのだろうか。あ、このパターンね。また犬が食べそうなものをあげれば元気になるかもしれない。なに、肉ガム、犬が食べそうなものを持っていなかった。え、持ってねえのか、魚の餌とかじゃダメか。大概のもん食えるだろ、犬、チョコレート以外。豆腐屋にリセチーがいたよ。失踪ってのはガスだったのかな。あ、一応もう戻ってきたのか。俺実は都会にいた頃ファンだったんだ。でもこうやって近くで見ると、あれはメディアの虚像だったんだな。夢見がちなお姫様じゃなく普通の子じゃん。そういう売り出しだったのかな、夢見がちなお姫様。コリン星から来ましたみたいな。普通にしてる方が可愛いからね、リセチは。どうしようかな。とりあえずダンジョンの報酬を売りに行くか。一回死んじゃったからね、あの死ぬ前の方がね、すごいドロップ良かったんですけど、アクセサリーとかも消えちまったからな。で、2周目というか、死んでからやり直した後は結構駆け足だったんで、素材もちょっと少なめかもしれないな。あ、でも3万6000いいね。お、鉄の眼球、鉄の眼球、あの親父どもの怨念だ。ストリップ劇場に取り殺された。ゴシックソード、あ、剣注文しちまったな。どうしよう、どっちが強いんだろう。多分通販で買った方が強いよね、タイミング的に。小塚、あ、結構作ってくれるね、今回。今回一応雨の日に行ったんですけど、鉄線なんか雨の日限定のやつは出なかったのかなって言って、何匹か倒したんですけどね、ドロップ率が悪すぎて。何これ、花千里、花散り。ゴムのようなもの、お、それはゴムのようなものだな。親父も興奮を隠しきれないような、ゴムのようなものから何作るんだよ。我ながら納得の後になったぜ。ん、連続の子、ちえちゃんの、え、靴作ってくれたってこと。ゴムのようなものから、まあゴム、靴はゴムだけど、でも子を釣ってるからな、謎だな、よくわからんな。今日すごいひらめくね、親父めっちゃ作ってくれるじゃん。鋼鉄板、これ漢字用だね、無意の眼鉄、めっちゃ作ってくれる。これ結局金足りなくなりそうだな。黒岩の鎧、なめしたかは。いや、これ雨の日用のやつもな、落としてたらな。かなりウルフチュニック、かなりいろいろ作ってくれたんだろうな。どうしよう、ちょっととりあえず見てみるか。バスタードソード、あ、結構高いぞ、ゴシックソード。あー、だいぶ強いね。実用性を度外視して作られた貴族のための装飾用の剣、その分少し重量感がある。切るためっていうよりなんか叩き潰す系のやつだ、ゴシックソード。装飾用っつってるからな、見た目結構良さそうだよな。注文した剣が届いてから考えよう。まあでもね、そんな剣買う必要ないからな、ぶっちゃけゴルフクラブでもいけたんじゃないかっていう。で、小塚、小ぶりで直刀の日本刀。あー、じゃあまだスパナの方がいいか。 SP40 アップ。結局このスパナとオバネが
SP アップだから安定してるよな。もう変える必要ないんじゃないかっていう気がしてるよね。ちえちゃん連続の子、お、全パラメータ1アップ。あ、これいいじゃん。これにしようか。速さ3アップもいいけど、攻撃力も上がるし、これ買っちゃおう。アディオスシューズ、アディオスシューズにアディオスというわけだな。連続の子装備しよう。ちえちゃんのアディオスシューズプレミアつけて買ってくれ。あとはユッキーを多分な。あ、めっちゃ出てるな。花千里、花千里、心安らぐ女性の面影が浮かんでくる不思議な奥義。あー、でもな、オプションついてないとな。力4アップ、扱いは難しいが威力は絶対。まあいらないね。オバネ、これ一生オバネつけてるかもしんないわ。だ、見た目変わるの気になるけどね。鋼鉄板、あ、これは強くなるね。工場で転がってる板すごく重い。あれ高え。もう金がね、もう金ないの。ダンジョン出てきたばっかり。金欠とか防具も見とくか。あ、紫のスーツ取ってるからね。黒岩の鎧132か。数ある中から高度の高い岩をより分けて作った鎧。まあ、でも紫のスーツの方がいいでしょ。これダブル紫ペアルック、紫スーツの。恥ずかしすぎるだろこいつら。あれ、制服の柄変わったのかなって思われるかもしんねえ。2人してスーツ着てたら同じ紫の。じゃあ陽介もこれでいっか。あ、ちょっと待って、ウルフチュニック買ってあげたいな。あ、強いね、130。パニエ SP20 上がるけど、それでも130の方がいいだろうな。しなやかな毛皮が着用者を狼の牙から守ってくれる。耳付きフードが可愛い。何それ、何チュニックって、何フードついてんの。チュニックって何なんですか。絶対可愛いじゃん。あ、2人とも買ってあげていいけどな。ウルフ感があるのはチエちゃんか。ちょっと待ってくれ、なんか売って買おう、ウルフチュニックを。売却で、まあ、結構溜まってるんじゃないかな装備品。よし、一応防具だけ売りましたんで、これで買えるかな。チエちゃんのウルフチュニック、あ、絶対これ何、犬耳がついてるってこと、フードに。絶対可愛いやん、ウルフチュニック。犬耳チエちゃんが見て。タニエ売るか。タニエも何なんだそもそも。全体的におしゃれ感がありすぎてもう全くわからんわ。ついていけねえおじさんは。漢字このままでいいか、しょうがねえ。漢字にも買ってあげたいけどな、しょうがないな。マルキューのリセちゃん帰ってきたらしいな。実はわしと四六さんとマルキューさんは結構仲良くやってんだ。リセちゃんはわしの孫みたいなもんなんだな。マルキューのばあさんにも世話になってるし、人情ってのはいいね。まあ、商店街お隣さんだからね、商店街ならではってところか。一応帰ってきてんのかな。ここは豆腐屋だ。おばあちゃんが店番をしている。まあ、今休んでるってことかな、リセチーは。あ、リスちゃんが休業してこの街に来てるらしいよね。学生さんとか浮かれてる感じよ。すごいわね、アイドルって。でもなんでこんな田舎に来たのかしら。好きな人がこの街にいるとか、まさかね、この街にそんなすごい人いないかやね。気づいてないようだな、お前の目の前に巨大なセックスシンボルがいるということに。いずれ気づくだろうな。芸能人が稲葉に来てるんですって。すぐそこのマルキューさんよ。何もない何もないって思ってたけど、アイドルの出身地なんてすごいわ。まあ、確かにな。お隣さんともね、今盛り上がってるの。すごいわね、アイドルなんて。はしゃぎすぎじゃ、幸子さん。全く見苦しい。ジジイも騒いでそうだな。なんだかんだで。やはり芸能人にもこの街の良さは分かるんじゃよ。都会なんかで暮らせるこっちがええ。そしてこの街の活気を取り戻してほしい。まあ、あんまりな、そういう負担はかけてほしくないけどな。しんどすぎって言われるから。まだね、皇帝がキングフロストだけしかいないんだよな。これ召喚していこう。漢字込み上げたいから。次の皇帝がね、セタンタなんですけど、レベル34でレベルが1足りないんで、まだ作れないっていうね。じゃあ漢字込みいくわ。チース。まあ、暇であることは否定してないけどな。漢字こそ暇なようだ。てか、漢字と過ごそう。今ね、私服が制服とあんまり変わんなくて全然気づかなかったけど、私服と制服一応違うんだな、着てるタンクトップの柄が。
あとネックレス的なものも違うのか。こいつの制服バージョンがあんまり思い浮かばねえ。思い出せない、すでに違和感がなす。どこに来てんだ、高台。感じと楽しい届きを過ごしたやべえなこれ、絶対タバコ吸ってるよなこいつら。不良グループじゃねえかよ。そろそろもっと仲良く深まる気。まだダメだったか、ランク3だからまだすぐ行けるかなと思ったけどね。ちょっと甘く見すぎたが、漢字のことを軽い男だと見積もってしまったな。おかえりなさい。ただいま7個。あ、7個込み行くか。一応冷蔵庫チェック入ってないか。7個込みもこないだ上がったばっかだからな、まだ上がらない気がするけど、まあいくらか言っとこう。込みを深めたいんだよ俺は。7個過ごすか。まあ金ないからバイトしたいってのもあるけどな。まあ、7個込みもまたどうせなんか伝達力が足りないみたいな言ってくるだろうから、うん、上げれるとこまで上げちまうか。まあ上がんないかな。楽しいひとときを過ごした、まあ、こういうのも大事だからな。27か。もう6月終わるね。6月盛りだくさんだったな。林間学校からリセチーからクマから。貴様ら浮かれすぎたぞ。アイドルなぞただの小娘にすぎ。まあそりゃそうですけど、しかもリセなどお前らと年も変わらんし、浮かれた CM やバラエティばかり。あんなバカげた番組出るしか脳のないバカ相手にさ、よすげえな、己の学校の生徒。あ、でもまだ転入はしてないのかな。転入してくるであろう生徒にバカって言い切ってるよな、バカって。では今日の授業はそんな貴様らにふさわしいニーチについてだ。ふさわしいのか。このクラスはルサンチマン生徒ばかりだしな。アイドル騒ぎもそれの裏返しか。ん、お前もルサンチマンじゃないのか。実は憧れてるんじゃないのか。なんだ貴様ら不満そうだな。立て足つり。俺の心の声が届いたらしいな、お前に。俺のルサンチマンが。ルサンチマンとは何か答えてみろ。まあ、憎しみ嫉妬ですね。正しいと思った答えを選んだ。ほうほう、教科書は読んで理論武装追加。可愛げのないガキめが。普通に知ってたわボケ。まあその通り、ルサンチマンは憎しみや嫉妬のことを示す。特に自分より強く優秀なやつを嫉妬する感情を指すとされる。貴様らには身近な感情だな。よく理解できるんじゃないか。こいついつまともな授業ができるんだ、諸岡は。貴様らより優秀なやつなど世の中にあふれかえってるものな。正解だったようだ。全く嬉しくねえわ。知識が上がった。やべえやつだな、なんか知れば知るほどサイコパスだな、諸岡。よく倫理のやってるよね。やべえやつだな、なんか知れば知るほどサイコパスだな、諸岡。よく倫理のやってるよね。これ漢字かな、上がったばっかだからな。あ、そっちから来た、びっくりした。エース、いつも右から来ると思ったら。なんで陽介上がってたのか、まだ分からんけどな。どうしよう、まあ、陽介上げちゃいたいけどね。まあまだ分からないか、陽介だし。まあ考えといてくれ。お前のがっかりする顔が見たくてこの選択肢を選んでしまったわ、許してくれ。お、こっちからも。何、千恵ちゃんも。ちえちゃん上がるんだったら言っとくか。あ、ちえちゃんから誘ってこないのか、考えとくわ。え、まさか3人目だと。何人俺の前に並んでんだよ。あ、ごめん、ちょっと疲れちゃってさ。そういえば今日は部活か。もろにアピールしてくるゆみちゃんが目の前まで歩いてきて、あ、そういえば今日部活か、そういえば今日部活なんだよな、そうだな、部活なんだよな、それじゃね。かまって欲しそうにしてる。あー、でもゆみちゃんも上がるってことだよね。こないだ一回言ったもんね、3人から押しかけられたと。あー、ゆみちゃん行っとこうかな。じゃあ今日の授業が終わった。悩ましいね。悩ましい。ゆみちゃんもあげときたいね。ちょっと話聞いていっとくか。
あのリスチーがお豆腐屋さんにいるらしいんですよ。狙ったりする人も出てくるんじゃ。いたな、電柱登ってるやつとか。いや、やだ、狙われてるのは私じゃないですけど、なんか怖い。気弱だな。この子も可愛いからな。狙われて叱るべき存在だな。小西先輩の弟、素行が乱れてる。やれやれ、姉が姉なら弟も弟ってわけか。何かお前のようなやつがいるから素行が乱れるんだろうが。メガネ取れ、あいつの。聞いたぞ。うわ、信じられない。だってリセチだよ。意味見がちなリセチにやっぱ似合わないけど、あー、あったらがっかりするんだろうな、この子も。夢見がちっていうのがなんか売りだったのかな、リセチの。誰にも優しいってすごいですよね。先輩ってそれが自然にできる人なんです。課題を手伝ってあげてたり、落としたものを拾ってあげたり。見かける先輩はいつも誰かの人助けをしてるんです。好きになってよかったって思うんですよね、そういう時。これ誰なんだろうな、後々本当にわかるのかな。ユリの匂いを感じるけどな、なんか。藤川理生、知ってるわよ、そりゃ。ファッション誌とかで見るお姫様みたいで綺麗だよね。関係のない世界だけどね。そんなことはない。そんなことあるわよ。すいませんでした。ご注は厳しいが、耳がまさか芽生えるんじゃねえだろうな。そう、なんかそのうち108人ぐらい嫁ができそうだな、この主人公。藤川理生失踪じゃなかったってさ、ほっとしたけど、すげえ噂聞いたんだ。学校こ、いや、言ったら嘘になりそうで怖いから言わねえ。学校ここらしいぞってことか。知ってるけどな、俺は。すでに。あ、犬子がいねえ。あ、いた。一応ビフテキ買ってきたんだけどな、食わねえかな。あ、来た。コロッケでは油だからあんまり。串だったらいいんじゃないか、ビフテキ串。ワンワン、嬉しそうだ。あ、これでよかったのか。消えた。元気に走っていった。これで飼い主の家まで帰れるだろう。体力がなかったってこと。今の願いを叶えた。今のでよかったんだ。なんか不安だけどな、ちゃんと帰れるのかな、あいつ。本当に不安だ。じゃあ今日は演劇部行くわ。なんか深刻そうな顔してたしな、心配だわ。あ、すりくん、そっか、今日は部活だっけ、行くの。病んでない、ゆみちゃん、大丈夫かな。おい、ドゥンガです、ドゥンガ。うちのドゥンで明るくしてよ、太陽属性だから。おい、どうした、ゆみちゃん。弱々しく微笑んでいる。ごめん、部活は一人行って。私行くとかって。嘘、間に合ったら顔出すから。いつものゆみちゃんじゃない。もう一人で演劇部行ってどうすんだよ。何も発展しねえじゃん。あ、本当にいねえ。違和感がすげえ。一応伝達力もがっちり上がると。あの子のいない教室、弓はいない。弓がいない演劇部に何の価値があるのか。弓が演じていたコンクールの芝居の主役は副部長が演じている。弓は病院に行っているんだろうか。病院行っちゃって大丈夫かな。また選択肢ミスりそう。ちょっと素直に行くわ、素直に。こないだなんかうがちすぎてなんかミスってた気がするから。暗い顔の弓が座っている。死んだのか、もしかして。アスリ君どうして。え、弓が心配。素直に行くわ、素直に。嘘つかないわ俺。弓が心配で。アスリ君、あー、よかった、少し嬉しそうだ。ごめん、今日部活出れなかったから来てくれたんでしょ。さすがに心配するわ。ごめん、今日一人で行ってとか初めてだろう、ゆみちゃん。お母さん倒れたんだ。朝から晩まで仕事してるのにあんなやつの看病なんてするから。あ、めちゃくちゃ忙しいんだろうな。じゃあ過労だって、すぐ退院できるみたいだけど。そりゃ心配だろうね。無理しちゃってさ、バカみたいだよ。まあ、大変なのはお母さんだからな。親にそんな言い方はダメだ。お母さん支えてあげろ。なんかアドバイスしたくねー。分かってるわよとか言われそう。どうしようかな。まあ、お母さんを支えてあげよう。うん、そうしたいけど、あんなやつの看病してお母さんなんかやだ。よっぽどだな。もうどうでもいい。お母さんの看病しなきゃいけないし、
私だって部活辞めてバイトとかしないとお母さん結局働いてまた倒れる。深刻だな。援助してやるか俺が。おじさんが主役だって降りた。あ、もう降りちゃったんだ。副部長がやってたけど。ユミちゃん演劇あんな好きだったのに。せっかくの主役全部セリフ覚えたんだよ。台本だって書き込みびっしりで一人でずっと練習して。悲しい。でももう意味ない。何もかもうまくいかない。全部親が邪魔する。甘えるな。ちょっと待って、冷静になれ。選択肢は今勢いで甘えるなって言いそうになったけど、弓も体を大事にしろ。まあ仕方ないはないな。叱責しとくか、この弱気な弓ちゃんを。俺のドゥンパワーで。あんたいないよ。すいません。私がどんな思いであれから捨てられた時から過ごしてきたか。なんで今になって現れんの。私の夢奪ってくの。そうだな、ユミちゃんにとっては確かにお荷物かもしれんな。ユミは顔を歪めている。ごめん、なんかいろいろ言っちゃった。アスリ君には関係ないのにね。関係ないって言いつつもなんだかんだ話してくれるからな、ユミちゃん。確かにない。いや関係あるね。あ、かわいいじゃん。乗りかかった船。でもそう言ってもらえると安心する。ありがとう。よかった。弓の支えになれたようだ。弓との仲が少し進展した気がする。太陽大事だからな。ランク5か。5でこれか。あと半分もあるのか。こんな重いイベントが耐えられそうにないぞ。私お母さんの美容室行くから。また学校でね。いいじゃんユミちゃん。俺もお母さんにご挨拶した方がいいんじゃないか。寂しそうに見送るユミ。寂しそうに。俺もじゃあ寂しそうに家に帰るわ。おかえり。なんて恵まれた家庭なんだうちは。七子寂しくないね。どうしよう、涼太郎もそろそろ上がるんだよな。言っとくか、一応チェックして。あ、ジュネスのお惣菜が入っている。お惣菜はでも何も上がんないっぽいけどな。ねえ。お惣菜上がんないでしょ、何も。食べてみるか。美味しかった、ペロリで終わりでしょ、どうせ。カチャカチャ。まあ予想通りの味だった。知ってた。じゃあいいや、両太郎言っとくか。おう、どうした、暇なのか。みんな俺のこと暇だって思ってるね。同時また過ごそう。うん。あ、そんなに暇か。嬉しそうだなお前は。上がるかな。あ、まだ上がらないか。いろいろと話をして過ごした。そろそろか。まあ、こういうのも大事だからな。28。雨か。雨のち曇りか。今日はどうしよっかな。まあ陽介か千恵ちゃん。千恵ちゃんやな。別に陽介を遠ざけてるとかそういうわけじゃないんだが、まあ好感度が溜まってる子をね、好感度消費しといた方がいいだろうから、とりあえず千恵ちゃんから。千恵ちゃんも暇そうだな。放課後は千恵と過ごそう。特訓ね。そういえばそうだったわ。お、アイヤーじゃん。また今日の特訓を終え、知恵と寄っていくことにした。一応特訓部分はもう取っ払っちゃうんだね。飯がメインになってたな。肉丼か定食、まさに究極の選択で。こいつらさ、家帰って晩飯食わないのかな。結構食って帰るよね。やめろよ。聞き覚えのある声。誰だ。でかい声出すんじゃねえよ。漢字か。そうそう、出すならさ他のもん出してほしいんだよね。じゃあボローンっつって。何こんだけ、ちょっと飛んでみ。時代を感じるな、カツアゲの方法に。この声ってまさか。あすぐ行ってみよう。聞き覚えがあるって。え、誰だ。たけし、お前まさか。ああ人きちった。あ、カツアゲされてる方がたけし。どっちが。ジャイアン的にはする方だろ、たけし。
いいじゃん、あいつらからも小遣いもらえばさ。お、やる気か。こいつ1000円しか持ってねえしな、まあ、高校生だったらそんぐらいだろ。ちへあ、たけしそんな感じだったのか。名前と相反する性格だな。あ、こらちょっとダサすぎないか。ちへっつって女の子の後ろに隠れるのは。何逃げてんだよ。しかも女のケツに隠れちゃってさ、まったくだな。どっか怪我は平気まあ飛んでたぐらいだから大丈夫だろう。いや、やっぱ知恵だよな。お前こういうの得意だもんな昔からこういう感じだったのかな、知恵ちゃんとたけしは。あいつらに有り金全部取られてさ、許せないだろこういうの。立ち向かえよたけし。まあムカつくけどね。ねえ、あんたらさ卑怯なんだよ。寄ってたかって、恥を知りなさい。美少女、お、じゃあ任せたから。逃げるのか。え、ちょっ早いな確かに。たけし、それじゃいかんぞ。これどうしたの、やんならかかってきなよ。すげえなこれ確かに、はあ、なんだこの女ってなるよな、この遭遇の仕方したら。女が調子乗りやがってよ。女でもやってやんぞ。あん、知恵の挑発に少年たちが怒っている。どうも良くない状況だ。確かにこれで殴り合いつうのもな。知恵を止める、自分が戦う。まあ止めるのが先かな。止めよう。ああ、勇気はない。マジか、勇気いるのかここ。知恵を止める勇気が、どういうことだ。まあ結果的に俺が戦うことになりそうだけどな。知恵ちゃん、なんかこうやって正義感ぶってるけど、これ実は守られたいみたいな欲求があるんじゃないか。あそんなすっとんきょの声出さなくても。知恵は何やら不満そうだ。代われ俺がやるっつって、めんどくせえ。おい、さっきのやつ札とか連れてきそうじゃね。あー、つまんねえ、行こうぜ急に俺が出た瞬間、つまんねえつまんねえ連呼すんじゃねえよ。俺がつまんねえ男みたいだろうが。待てこら、知恵ちゃん何よ。アスリ君が出てきた途端逃げてた。あ、そうか、女だからバカにされてるってことか。別に俺が強そうに見えるとかそういうことじゃないんだろうけどな。さっきなんで余計なことしたの。私そんなに頼りない、一人で平気だったよ。たけしからは頼られすぎなぐらい頼られてるけどな、ちえちゃん。ごめん、何か一人で突っ走ってアスリ君にも迷惑かけて。本当だよ、散々一緒にダンジョン潜ってきたやないか、ちえちゃんもう慣れた、反省しろ。迷惑じゃない。ありがとう。申し訳なさそうな顔している。本当だよ。いつもそう、君や仲間たちがいてみんなで頑張ってるのに、私がやんなきゃって、私がもっと頑張んなきゃって焦るんだ。まあそれはユッキーに対してだけでいいんじゃないのか。ユッキーも俺が守ってるけどな、今は。それでいつか今日みたいに迷惑かけちゃったりするのかな。知恵ちゃんを守ってやろう俺が。じゃあ知恵はスタンドプレーを反省したようだ。知恵の静かなやる気を感じた。反省はしつつもって感じか。あんまよくわかんねえな俺、知恵ちゃんのこと。まあでも頼られたいんだったら頼っていいんじゃないのかな。知恵は一層戦いの決意を固め、重大なバッドステータスを直してくれるようになった。あ、結局まあ感謝してくれるのか。そのな、なんでもないもっと頑張んなきゃか。なんで焦るんだろう。まあ一緒に特訓しようぜ、知恵ちゃん。あんま頭良くないから不安だけどね。考えてもじゃあまたね、何も出てこなそうだからな、知恵ちゃん。一心に体を使ってた方がいい気がするな、知恵ちゃんは。特訓に打ち込んだ方が、愚弄者として。ただいま。七個交互に来るね。一回セーブしとこうかな。全然金を稼いだりする暇がないぞ。どうしたの？暇なんだよ俺も。うん、暇っちゃ暇だけど、暇じゃないっちゃ暇じゃないんだけどな。あ、まだ上がらないか。さすがにランク上がってきたからな、2回必要か。
厳しくなってきたね。お、エビ、エビイベントか、まさかの。ああ、あんたか。午後の授業サボんなよっつって。ね、午後の授業ちょっと抜けない？放課後までには戻ってくるし。乗ってみるか。陽介行こうかと思ってたけど、せっかく誘われてるからな。行こう。別に何も予定ないしな。お、じゃあ後で下駄箱んとこね。愛の誘い乗り、午後の授業。そうか、名前愛っていうのか。エビとしか覚えてなかった。エビちゃんと遊びに行くって何すんだろうな。普通に、え、普通に制服デートやん。何その立ち姿。愛に引きずられるようにしてやってきた。笑うと可愛いんだけどな。うん、やっぱ気分いいね。この時間まだみんな勉強してるでしょ。そういうの最高。あー、やべえ、これ涼太郎に補導されそう。そのうちサボりは良くない。あの、たまにはいいかもの方が込み上がりそうだな。悪い子。いやー、くそ。まあ、たまにはだな。話わかるじゃん。あんたってもっとお堅いタイプだと思ってたけど、あっちは堅いかもしれんがな。まあ、私だっていつもじゃないよ。だいたい出席日数とか素行不良とかで目つけられてるし、最近はおとなしい。それ目つけられた結果マネージャーに任命されたんだったよな。まあいいわ、そんな話。それじゃあ行こうよ。まず軽く服見て、アクセと靴見て、最後は携帯見ようかな。めんどくせえ。愛は自分のものばかり見て回りたいらしい。つまらない。当然でしょ。なんだその言い方。当然でしょ。まあいいわ、行こう。くそ、あんま付け上がらせない方がいいんじゃないか。修正してやるか俺が。あ、すげえ、こんなところもあったんだ。買いすぎだろ高校生。やっぱ荷物持つ人がいるといいね。片っ端から買えるもの。荷物持ちやん。愛はゴールドカードで買い物していた。何？お金持ち？誰のカード？親父のだろそれ。私が盗んだとか思ってるなら、か、囲むわよ。囲む？あのね、これは私のカード。不良用語がわからねえ俺には。ヤンキー用語が。うち家柄も優秀も何もないけど金はある。パパ土地転がしてるから。やばそうだな。ヤクザかもしれんぞ。そろそろ行かないと放課後までに帰れない。この荷物どうすんだ。放課後になった途端に生活指導の先生が私のとこ来るの。よく抜け出せるな、そんなんで。出席と素行のチェックにね。そのまま歩行の場合もあって本当面倒。真面目にやっていればそういうのもないからな。普通に遊ぶ時間も確保できるのにな。負の連鎖だよそれは。けど当の私はこうやって要領よく遊んでて、先生はまんまと騙されてバカらしい。後にこの自分の考えを回想してバカらしいと思う時が来るだろうな。教えてやれよ美咲。けど今日はいつもより笑えたかな。全然笑ってねえじゃん。あんた他の男子ともちょっと違うね。割と気に入ったかも。こうやってなんか目鼻立ちの整った男子をそそのかして連れ出しては荷物持ちにしてるって感じか。また今度遊んであげる。あ、次はちゃんと放課後で。運動部の女子マネージャー海老原愛と知り合いになった。やだな、なんかアッシー君。はっ、足ずりだけに芽生えた。アッシー君としての。あ、月か。野槌を作れということか。月ね、まあ、月も大事でしょうね。エビ込みか、どうだろうな。まあ、後々出れたら可愛いのかもしれんが、最初初見はきついなこれな。え、何すんだ。ほら、トロトロしない。あんたも生活指導に思わされたいの。俺何も。あ、すげえ勝ってるな。バイバイ。愛と学校まで戻り、そっと教室に溶け込んだ。存在感あるからな。速攻バレてんだろうな。今日の授業が終わった。多分なんか陽介、ユッキーあたりに、アスリ君どこ行ってたのって絶対言われるよね。あ、ヤムシ先生の新刊。読書は世界が広くなる、人間がでかくなるよ。
買っていっとくか。岩虫先生お金に困る、絶賛発売中。岩虫先生が解く頭を下げる男気、最後の一冊か。たっ、あーびっくりした、俺の金が15756円か。金ねえな、バイトしないとだな。お金に困ってるわ俺も。岩虫先生同様。どうしようかな、今日ちょっと陽介行きたいんだけど陽介がいねえっていうね。じゃあ久々に部活出よっかな。おだいぶ長瀬と久しぶりだもんね。何ヶ月ぶりだろうな。部活出てみるか。まあ行こう、陽介いないのが悪いんだからな。よし、嬉しそうだ。だいぶ久々だからね、俺も嬉しいわ。なんか今回は、あ、いけるかな。よし、今日は紅白戦やるか、気合い入れてけよ。練習試合を行った。お、おーいいね、おー華麗なドリブル、特訓の成果が今。おいいよ、おい、宇宙開発か。おーなんだあれ、もし焦り、あ、入ったのか今、ちゃんと。すげえ、ゴールの上飛び越えていったのかと思った。すげえ、エースストライカーになってる。すっげーな、アストリー足見えなかったぜ足は見えてただろ来年の大会とかいいとこ行けるんじゃない。やべえ、美咲くんとして、いや、うち入ってくれて助かるわ。いじめられっ子だったのに大活躍したおかげでサッカー部の仲間として認められたようだ。これも特訓の成果だろうか。そりゃそうだろうな、エースストライカーとして目覚めたな、ついに。みんな俺のこと美咲くんって呼んでくれよ。でさっき足釣りに回せって言ってたけど、美咲くんって言ってボール出せ、ちゃんと。バスケ部の終わりを待って3人でやってきた。へぇ出ちゃったな、ついに。あいつらの顔見せてやりたかったぜ。で雑用ももうやんなくていいってさ、仲間の一員だからな。現金だな。永瀬は自分のことのように嬉しそうだ。永瀬なら俺もやっと解放。まだまだだろう、もっと上を目指そうぜ。部活の後そっちで、あ、そうか、片付けの方ね。特訓は引き続きキーパー役な、お前。一条にも世話になったな。そうね、ずっと雑用やってくれてたんだよな。俺全然部活に顔出してなかったけど、俺の代わりに一条がボール磨いてくれてたのか、この1ヶ月ぐらい。あ、失礼、ほんとよかったな、いいやつ。一条も自分のことのように嬉しそうだ。おかげさまで、まだまだこれからだすげえやる気なら、うちの部お前に任すからさ。なんだその次期部長みたいな。永瀬は笑っているじゃあ打ち上げていくか。俺がキャプテンか今後。あ、失礼、お前にもおごっちゃるぞ。一条いいやつ、また少し仲が深まった気がした。いいじゃん。あ、これ気になるな、全国大会とか出るんじゃないか、うまくいけば。ランク10で、ランク10で永瀬と俺のツインシュートが見れるってことだな、全国大会の場で。期待がかかる。俺チンジャオロース定食ピーマン抜きで。チンジャオロースのピーマン抜きって何それ。それ肉のみだろ、肉炒めだよな。だったらさ、いっそ料理の話で盛り上がり、楽しい時間を過ごした。ピーマンがなかったら美味しくねえじゃん、チンジャオロース。ピーマンがうまいのにな。お、涼太郎も、涼太郎が主張してる。お、買い物行ってきたか、すまんな涼太郎、買い物を優先させてもらうわ。お、荷物も届いてる伝説風そうだこれを見た涼太郎の心中やいかに。安尾サプリ、ジカネットシールね。お前そんなのに興味あったのか、伝説風ソード。見た目おもちゃっぽいんだろうな、強い。あ、効果なしか、立派な見かけだが意外に扱いやすい、ジカネットの人気商品。んー、まあ使うけど、あの店で売ってあったやつとどっちが強いんだろうな。140の方が強いかな。まあこれでいいでしょう、伝説風ソード、しばらくこれでいい気がするな、武器はな。じゃあちょっと料理するわ、すまんな涼太郎、俺のことを物欲しそうに見てるだろうけど。明日のお弁当ね、作ろう。今日は珍しくハンバーグを作るためのもう知恵用じゃん。
知恵専用じゃん、ハンバーグ。なんとか焼き上がりそうだ。中まで火が通ったかどうかどうやって確かめますか。え、表面の気泡を見る、真ん中を押して弾力を見る、串を刺して肉汁を見る。これだよな多分な。気泡とかないだろうし、弾力もわからんだろうしな。これだ、肉汁で、透明な肉汁が溢れている。ジューシーハンバーグを手に入れた。おお、いいね、魚の餌。まあまあ、じゃあチェーちゃんに持ってってやるか。弁当タイムね、昼休み。そういえばお弁当持ってきている。まあチエちゃんでしょう。ちょうどチエちゃんの好感度も使い切ったところだったからな、ちょうどいいわ。これ肉好き他誰かいんのかな。だいぶ俺チエちゃんに貢いでるけど、長瀬もチンジャオロースの ピーマン抜いてくるぐらいだから、長瀬も上がりそうか。肉でチエと一緒にお弁当食べた。ジューシーハンバーグね、長瀬に持っててもよかったかな。うまやっぱ褒めてくれるな、ちえちゃん。うーん、もっと食べたい。でも食べ終わるのもったいない。長瀬の反応も確かに見たいぞ。これ私のために作ってくれたの。長瀬な、そうか、長瀬に食わしてやったら長瀬ここで頬染めグラフィックを見れるのか。ありがとう。特にちえの好みって言ったよな。そろそろもっと仲が深まる気がする。いいね、弁当作っていくとどんどん上がるからな。運動込みも上げちゃっていいのかもしれないな、弁当で。お、誰だ、チリの山田。めっちゃ久しぶりな気がする。チリの山田、梅雨ってアンニュイだよね。ね、授業も嫌ってなっちゃうかな。ね、でもね、そういう時だからこそ授業頑張らないと。先生いいこと言ったよ。なんか鼻につく喋り方だな。んでもあんまり真面目なのもね、疲れちゃうよね。ね、ということでちょっと息抜き、面白い問題があるんだよ。じゃあスネ君、チリの問題か。この中で実在する川の名前はどれだ。川の名前、ありえない川、やりきれない川、面目ない川。あ、なんだっけ、なんか見たことあるな、やりきれない川。なんかアイヌ語かなんかだよね確かね。面目ない川、あ、どれだったっけな。やりきれないか、ありえない、ありえないはないか。いや、なんか世界中探したら面目ない川とかありそうだけどな。やりきれないだったっけ。正しいと思った答えを選んだ。なかなかマニアック問題だねこれは。難しい。お、正解、さすが元とか一個って関係ないか。あ、北海道ね、夕張にある川で、現地の言葉で魚のすまない川って意味なんだって。やりきれないか、北海道はこうやって現地語が残ってる地名が多いから面白い名前も多いんだよ。おっと、時間結構使っちゃったね。これ試験配置どくかな。真面目にやれお前は。よし、知識ね。お、来た、物知り、これでかいでしょ。これで試験は大丈夫かな、物知りまで上がってたら。できればもう一個上げときたいってのあるけどね、そこはちょっと望みすぎか。あと根気が足りないのか。だいぶ広くなってきたねグラフが。ちょっと待って、フラッとベルベットインしたらイゴールいねえじゃん。いつもと様子が違う。イゴールの姿が見当たらない。あいつサボってんのか。初めてだな、ペルソナシリーズやってて以来イゴールいないって。あら、これは失礼しました。何かご用でしょうか。喋ってくれるんだマーガレット。と言っても今ちょうど主が席を外しておりまして。何してんのあいつ、うんこ。急ぎでなければまた時を改めてお越しくださると。全然急ぎじゃなかったけどね、合体予報を見に来ただけなんだけど。何してんだあいつは、鼻くそほじってんのか。いえ違いますね。違う、ここはお客様の定めと不可分の部屋。この部屋で全く無意味なことは起こらない。これも意味があると、マーガレットと二人きりになったことに意味があるってことか。この出会いにも何か意味があるのでしょう。まさか芽生えるマーガレット。ようこそベルベットルーム。おい、もうマーガレットだけでいいぞ、イゴールいらねえぞ。私はマーガレット。知ってる。前任が突然不在になったのを受けて招かれた力を司る者。前任、ペルソナ3の話かな。主以外の出迎えを受けた人なんてもしかしたら初めてじゃないかしら。確かに、ベルベットルームは招かれる客人の心と深い。まあでもちゃんと一から説明してくれるんだ。
イゴールいないってだけで。景色も住人の姿もその時々の客人の数や定めに応じて主に選ばれ変わりゆく。ああ、だから車の中に変わってるってことか。少し話しましょう。ちょ、マーガレットコミ来んのかな。そしたらどうするべきという気がするの。いいね、マーガレット声がいいからな。声が。マーガレットは微笑を浮かべている。普段とは違い視線に優しげな情が宿っている。確かにちょっと微笑んでたな。グラフィック、ほのかな絆の芽生えを感じる。おお。何コミュー、これ急に来たね。急に、あ、なんだっけこれ。あ、女帝か、大事じゃん。普通に大事だけど、なんで今までくれなかったんや、マーガレット。結構ちょくちょく来てたのにな、ベルベットルーム。あなたはすでにいくつかコミュニティを持っているよね。出会いを重ね、言葉を重ね、お互いの理解が深まることで絆は固まるもの。でも時に心は千の言葉よりもたった一つの行動によって大きく震えるわ。震える、なんとなく。ふふ。今日の出会いの意味はもしかするとそのあたりなのかもしれないわね。決めたわ。あなたの辿る定めの糸にこの私も絡めてちょうだい。エロい。絡まり合おうぜ、マーガレット。そこから絆という新しい糸が紡がれるかもしれない。私には知りたいことがあって最初に迎えた客人があなた、そして主不在の今日の出会い。なんかすげえ魔男みたいな気分になってきた。イゴールの犬間に。私たちはきっとどちらも特別なのよ、お互いにとってね。なんかイゴールがいない間に忍び込んでやっちゃってるみたいな気分になってきたな。マーガレットは微笑んでいる。あなたのことをもっと知りたいわ。まずはその類稀なペルソナ能力から見せてもらおうかしら。そうね、スクカジャを持ってる一本だったら私見せてちょうだい。スクカジャを持ってる一本だったらってすげえ隠語見て。早漏の一本だったら。千の言葉より一つの行動に心は震える。もう忘れたのかしら。クエスト的な感じか。それじゃごきげんよう。なるほど、もっと早く欲しかったな。一本だったらとかだいぶ前だぞ。スクカジャの一本だったらね。あー、でもこれ金使うな。金がいるわ、金が。お前帰ってきてるじゃん。大丈夫かな。バレてないかな。マーガレットとコショコショしてたのバレてないか。一本だたらか。一応できるな。ハイピクシーと、まあ、エンジェル2000円で召喚してきて、一本だたらジオンがスクカジャ物理体制、まあ、作ってあげちゃうか。ランク3、まあ、一本だたらなんか初期のやつしかなかったんでちょうどいいんじゃないかな、素材的にもね。よし。こんなのが欲しかったのか。一本だったらさらに力を与える。これマックスまでいっちゃうんじゃないかな。全部技を覚えてほしいな、どうせだったら。合体材料にできるように。まあでもね、あんま弱い魔法を覚えてもね。まあハンドは覚える。そんな上がんねえか。アギラを、あ、ここまでか。アギラまで行ってたらな、まあまあ悪くなかったけどね。一応登録して渡してあげようかな。ようこそ、おベルベットルーム。あ、そっちから話しかけてくれんだ。出たらスクカジャを持った一本だったら見事依頼達成でございます。一回出入りしなきゃいけない。しなやかで金星の取れた素晴らしい筋肉。あ、いえ、素晴らしい功績を。筋肉フェチだったのか、マーガレット。やはりあなたは計り知れない人だから。いや、セリフが全部隠語に聞こえてくる。ますます知りたくなるわ。俺の一本だったら見てくれ。マーガレットは優しげに微笑んでいる。マーガレットの心に少し近づいてきました。ペルソナあげなくてもいいのかな。作って持ってくるだけでいいってこと。女帝マーガレット。女帝だからな。女帝はでも伸ばしときたいね。では次はマハンマを持ったマタドール。へえ、またなんか変態チックなやつ求めてくるね。マハンマを持ったマタドールか。
まあすぐ作れそうっちゃ作れそうだけど、あんまやると金がなくなるからな。もうちょい待っててもいいか、リセチ合流してからでもいいかな。じゃ今日は陽介行っとこうかな。よてかエビちゃんいいね、放課後はちゃんと自由にさせてくれるんだな。一緒に遊びたいようだ。じゃあ陽介で。よっしゃ、昨日誘ってくれたの断っちまったからな。お、自室ついに家まで上がり込んできやがったかこいつ。陽介が半ば無理やり押しかけてきた。あ、ちゃんと布団畳んでる。え、結構片付いてんじゃん。何も物がないとも言う。で、やっぱレイの物は布団の下。んなもあるわけねえだろうが。七子もいるというのに。何のことだ、そういう陽介は。陽介が持ってるのかどうか気になるな。俺はそんな安易なとこには隠してないぜ。一度母親に見つかって家族の前でタイトル読まされたから。読まれたじゃなくて読まされただと。えぐい母親だな。遠い目をしている。すごい教育方針だな。そういやお前ここに女の子呼んだこととかあんのか。いや、あるわけがないだろう。もうすぐじゃ。お前が来たということは次誰かが女の子がここに来るということだ。マジかよ。それって今落とし中ってこと？興奮している。ここで興奮しないでくれたまえ。ねえお兄ちゃん、お、回覧板知らない？まあ、七子が俺の部屋入ってきたらもう女の子が入ってきたことになるじゃねえかよ。既成事実。七子ちゃんいるのか。せっかくだし入れてあげようぜ。おい、七子目的でうちに押しかけてきたんじゃねえだろうな。よしてくれよ。七子がうちにいる違和感。これから美和ちゃんと陽ちゃんと竹吉くんのうち行く。竹吉くんハーレム状態やん。男の家、発想が俺と同じ。あのね、竹吉くん隣の席でね、連絡帳届けに行くんだ。あ、そういうことか。女の子3人で男んち、男の家に押しかけに行くのかと思っちまった。美和ちゃんは竹吉くんが好きだから一緒に行くって言ったよ。淡々と状況を説明してる七子が。恐ろしい。好きだから、うん、すんでんな最近の子は。本当だな、竹吉くんいいな。まあ俺も初恋は幼稚園の時だったけどな、おしゃまさんという名だったぜ。まあお前おしゃまさんだろうな、いまだに。けどまあしばらくそういうのはいいかな。先輩がな、亡くなっちゃったからな。今はそんなことしてる場合じゃないっつうか。お前小西弟ともうちょっと仲を深めた方がいいんじゃないか陽介。んなことよりもっと前に俺にはやんなきゃなんないことがあるから。正義感だな。宿題。発想が可愛いな。宿題やってねえだろお前どうせ。七子見習って宿題をしなさい。違うけどそうかも。深く捉え出した陽介が七子に、七子の光を浴びて。七子ちゃん頭いいね。七子は友達の家に行った。おい、七子を籠絡しようとすんなよ。許さんぞ、お父さんが許しませんよ。七子ちゃんに宿題って言われたけど、犯人捕まえて事件を終わらせて平和にする、それって俺らにしかできないことだよな。まあ、ある意味宿題ということか。頑張ろうぜ、頼りにしてる。真面目か。陽介は静かにやる気を見せて。なんか陽介込み一番まともな気がしてきたわ。陽介からの信頼を感じた。まあでも自宅まで上がり込んできたからな。次俺がお前ん家行かないとな。陽介散らかってそうだなお前ん家は。陽介は一層戦いの決意を固め、やっと起こしてくれるようになったのか。まだだったんだ。そういやお前んとこにも来た、青年会に入れって。そんな怪しげな誘いは来てないぞ。町おこしがどうのこうので、青年会が行事やるとか言ってる。陽介お前そういうの気まずいんじゃないの。青年会とか商店街だろどうせ。ジュネスの息子、あ、ジュネスも関わるからか。入れられそうになってんのよ俺。入れられていいんじゃないかそのまま。受け入れろよ。んなことしてる場合じゃねえし。忙しいって断ったけどしつこくってさ。そっち系のイベントもありそうだな。だいたい青年会とか町おこしとかどうでもいいっつうな。お前殺されるぞ商店街のジジイどもに。そんなこと言ってみろ。陽介はため息をついている。町おこししてやれよ。そういうわけで布団の下発掘の時間です。七子がいるのにそんなもの置いてるわけがないだろうが。焦ってる。おい
あるのかじゃあ焦りを見せてるということは、陽介といろいろな話をして過ごした。じゃあまたな。まあ、ちゃんと男子高校生してるな。エロ本はまあ私もリアルでは持ってませんけどね。今やデジタル化の時代だからな。アナログでわざと持たないだろう。おかえりなさい。あれ高校生とかだったらな、高校生で持ってんのかな。学校に持ってきてるやつとかね、たまにいたけどね。なあ亮太郎。なんだ。エロ本の話だよ。そういえば以前堂島は新聞記事のコピーを探していた。とても大切なもののようだが、どうなったのだろう。あーついに伝達力セーブがかかってしまったが、心に響くぐらいないと聞いてもはぐらかされそうだ。これ7個コミもまだダメなのかな。じゃあまた伝達力を磨かないといけないのか。まあでもようやく自分の時間ができるというわけだ。じゃあ封筒張りでもしとくか。そろそろ上がるだろうしね。ひたすら封筒張りをした。単調な作業を黙々とこなした。今期ね、上がらんか。1500円、まあ悪くないな。まあエンジェル一体分には及ばんか。今日の授業が終わった。今日誰もいないんで狐に報告しとこうかな。犬を見つけたからね。エマの願いは叶えたはずだ。狐に報告しようか。狐呼び出すか。狐にエマの願いを叶えたことを伝えた。まあでも犬見つけるだけだったからな。雨でも元気だな狐。狐は賽銭箱を見て嬉しそうにしている。ちゃんと飼い主が来てくれたのかな。じゃあこの調子で神社のご利益の噂が広まればお賽銭がたまるようになるだろうか。でもすごいよね、確かにご利益すごいよな。犬が行方不明になってはどうしようっつって絵馬書いて奉納したらすぐ犬帰ってきたって、そりゃお礼に来るわな。こう狐の感謝の気持ちが伝わってくる。今いくつぐらいだっけ。3とかだっけ。次4。あでもだいぶいいんじゃない。4になったら10枚いったらもう無料で回復してくれるのかな。もうバンバン回復してくれそうな感じがするよな。あ少しだけ割引してくれるようになった。もうちょっと割引していいんやぞ。もう遅い時間だ。そろそろ家に帰ろう。これ同時にね次の依頼まで受けてくれりゃ楽なのにな。また来なくていいのに。お、おかえりなさい。笹の葉が飾られてる。七子が作ったのかこれ。学校で七夕飾りが飾られている。短冊には小さな字でお父さんが怪我しませんようにと書かれている。お兄ちゃんは短冊いっぱい飾ってあるっぽいのに俺のはなしか。七子、七個コミも多分な伝達力足りないんだろうな。一応話しかけてみるけど。何を言いよどんでるんだ。やっぱりいい。悲しいよお兄ちゃんは。七個は何か隠し事があるようだ。今の伝達力では七個から聞き出せそうにない。言霊使い。嘘やん、もう一個上。言霊を操るまでに達しないといけないの。すんなりと聞き出せそうだが、だいぶ先やん。言霊使いにならなきゃいけないのか俺は。何を求められているんだ。じゃあしこしこまたバイトするか。言霊を司るようになるまで。じゃあ伝達力やりてえけどな。あれ全部上げてった方がいいよな多分。封筒あり。そろそろ根気上がると思うんだよな。上がってくれ。あまだか。うわ伝達力上げてえよ俺も。言霊を操りてえよ。そうどうしよう。焦りを感じている。あ何かが入っている。科学の授業で作りました、試してみて。のメモとマッスルドリンクを手に入れた。危ねえだろう。これも定期試験の結果のおかげだろうか。結果がいいと誰か入れてくれるのか。危なすぎるけどな。自家製マッスルドリンクを。狐が願い事が書かれた絵馬を加えてきた。子供らしい大きな字で書かれている。ヨシタカ、ヨシタカ、悲しい。どうやら狐の代わりにエマの願いを叶えてほしいようだ。
どうやってこの広い町の中で友達がいない吉高くんを探せばいいんだ。引き受けるけど悲しいから友達が欲しい。深刻なクエストだなこれは。解決できる時間がねえ。俺も友達が欲しいよ。あ、俺友達だらけだったこの世界では。吉高どうしたらいいんだろうな。お前吉高くんじゃないだろうな。友達がいなさそうな哀愁を感じる背中に。な、何？僕お金持ってないよ。カツアゲではありません。そんなつもりはない。それなら用はないって。だって僕に用なんてないでしょ。僕友達いないから話しかけられても分かんないよ。男の子は悲しそうだ。君が吉高くんだね。男の子は友達がいないという。この子が狐に見せられた絵馬を描いたのだろうか。みんな僕の知らない話ばっかりするんだ。今はねシール集めが流行ってて流行に乗れない感じか。僕もシール持ってったんだけど、そんなのみんな持ってるって乗り遅れたんだな。珍しいシールがあればきっと友達になれるのに。どうやら男の子はシールが欲しいようだ。お兄ちゃんそれシール、え、あの通販のやつね。ジカレットシールを気づかれた。こんなん持ってって自慢になるのか。みんなの欲の友、みんなの友達ってこと。いいな。曲解している。ねえお兄ちゃん、このシールくれない。あげるけど、このシールでいいのかな。ポケモンシールとかじゃないの。ドラクエのシールとか。これできっと仲間に入れてもらえる。お前すげえ、ジカネットシール持ってんじゃんとはならない。いいのかなこれで。元気に走り去った。友達の輪に入れるだろうか。また後日様子を見に来てみよう。あいつここで何してたんだろう。怖いわ。あ、この奥の子話しかけてたんだ。あ、お前か。そこまで奥に入れると思ってなかった。背景と同化してたお前が。そういえば商店街で双子の妹を探していた女の子にそっくりだ。お姉ちゃんが私を探してるの。じゃあお姉ちゃんに土手にいるって伝えて。私行かないから。行けや。しょうがねえな。じゃあ今日は漢字言っときましょうかね。チーズ。暇っちゃ暇だがな。キングフロストがいるのでより仲良くなれそうな気がする。行きましょう。うっす。まあ、どうせまた飯食いに行くんだろうな。お、うちに遊びに来た。大胆。お袋が会いたいって言ってるし。あ、そうか、染め物屋か。一応面識はあるのか。お袋さんが会いたいだって。まあそうか、息子の命の恩人だもんな俺。敬えもっと俺を。辰巳や、立派だな先輩。言っときますけど何も面白いもんはねっすから。じゃあなんで誘ったんだよ。あ、お母さんに会いに来たのか。早く会わせてくれ。そしたらおふくろ、ただいま。ん？閉めた。いねえみたいっす。店開けっぱなしで何やってんだか。大丈夫か。ああ、いたいた、かんちゃん。お、アイアの店主。まさかお前あ、やっぱり倒れちまうか。みんな倒れるな、お母さんが。マジっすか。病院ってユミちゃんと繋がってたりしないだろうな。早く行こう。詳しい事情、いや早く行こう。え、そうだよな。行って確かめねえと。そりゃそうだろう。聞いただけだから事情わかんないけど、稲葉市立病院だって。ほら行きなよ。ユミちゃんといい、漢字といい、大変だなこれ。うっす。またなんか深刻な感じになりそう。稲葉市立病院ここか。あ、普通じゃん。元気してるじゃん。お袋大丈夫なのか。運ばれたって。まさか誰かの霊参りか。誰か押しかけてきたってことが言いたいのか。あらあら、あんた顔真っ青よ。俺のことはいいんだよ。お袋は。その後ろの子供は誰なんだ。無事運ばれたんじゃなくて運んだの。は？この子を助けてあげたってことか。かわいそうにうちの目の前で自転車にぶつかられて、頭打ってたらことだから一応先生に見てもらったの。陽介じゃねえだろうな、自転車側は。問題ないってよかったわね。母ちゃんや、
転車乗ってたのあんたのとこの高校生よ。陽介じゃないか。この子が転んだの分かってて逃げてね。あ、逃げたんならまあ陽介じゃないか。あんたちょっと見つけ出してお灸据えてをやるよ。ここだけ見たらなんか極道の女みたいなセリフだな。俺がどんな思いしたか分かんないのかよ。まあよかったじゃないか、無事だったんだから。大丈夫よ、お母さんはそんなに簡単に死なないわよ。見合わない心配なんか、あ、なんか次ぐらいで本当に入院しそう。うるせえババア、なんであのババアまた入院とか言いやがってみたいな。行って本当に来たら入院してましたみたいななりそう。逃げ出さなくても。すみません。確かにな、誰でも驚く、いいことだ。いいことではないな。まあ誰でも驚く、はあ、俺だけじゃねえならいいっす。あれ、あんな病院でふざけるなババアとかは言わないけどな。患者はまだ罰が悪そうだ。悪いことはしたわけじゃないじゃないか。あそこで自分と向き合ったつもりなんですけど、全部が急に変わるわけじゃねえんすよね。素直になれよ。付き合ってもらってすんませんでした。俺一人だったらビビってたかもしんない。まあ最初ポカーンって感じだったからな。俺も先輩の力になれたらいいんですけど、幹事の支えになれたようだ。信頼を感じた。なんか重い方向に進みそうだよな、病院絡みだし。ユミちゃんと被るってことはないか。なんか別方向で来そうだね。3か。もっとガンガン上げていかないといけないからな。追撃、幹事の追撃かっこよさそうだな、見てえな。先帰るっす。置いてかないでくれ。俺が気まずいだろ、置いてかれたら。何話したらいいんだ、あの子ったら。帰る先同じなんだから逃げなくてもいいんじゃない。本当だよ、全員一緒に帰れよ。素直になれないんだろうな。あら、あなた足つりくん、前にゆきちゃんたちとお店にも来てくれたわね。最近ね、あの子から名前よく聞くのよ。あなたのこの先輩先輩ってよっぽど嬉しいみたい。慕っておるようだな。慕え、俺をもっと。今日は悪かったわね、来てもらっちゃって。あの子この病院が嫌いだから。なんかあったのか。ああ、親父ここで亡くなったのか。あの子がちょうどいない時に倒れて運ばれてね。それで今日も怖かった。ああ、なるほどな。また死んじゃってたらってことか。そりゃ怖いわ。でも嬉しいわね。あの子昔から周囲に馴染めなくて、あなたみたいなお友達絶対いなかったの。そうだろうね。まあ性格はいいやつだろうけどな。趣味のせいって言うと、あの女の子趣味か。まあ趣味のせいで見た目がねじ曲がって性格がねじ曲がったっていうこの連鎖反応だからな。大元は趣味か。あら、あの子あなたには話してるのね。うん、あの子昔からボール投げよりおままごと、体育より家庭科が好きだったからね。まあ俺もボール投げよりおままごとはしたことないけどな。体育より家庭科の方が。家庭科もそんなしたことないけどな。だから男の子の友達もいなければ女の子の仲間にも入れてもらえなくて。そうか、そのうち毎日のように喧嘩してくるわ、鶏みたいな頭にしてくるわで。いろいろ心配してたけど最近すごく楽しそうよ。どうかこれからもよろしくお願いします。やべえ、一番に幹事のお母さんに挨拶してしまった。幹事の母親と別れ、一人で家に帰った。本当はユッキーとかチエちゃんのお母さんにご挨拶したいのに。おかえりなさい。ただいま、ナナコ。ナナコ、そろそろ言霊を使えるようになった気がするんだが。ダメらしい。くそ、気のせいだったか俺の。じゃあまあセーブしとこうかな。でもひたすら封筒針で自分磨きだな。封筒を貼る毎日。いや、でも根気が上がったらちょっとまた考えるか。いろいろ上げなきゃいけないのが多すぎてな。お、久々のイベントか。お、今日の作業順調だ。きつめにペース上げてみようか。これいつも通りするとなんか安定するらしいけど、これ一発無理して頑張るでしょ。
ああ、途中でバテてしまい、いつもより成果を出せなかった。いくらだ ?900 円。ほぼ半分。やっぱ無理しないのが一番つうことだな。日曜か。今日学校が休みだ。今はリセの回復を待つしかない。じゃあ直ネット行っとくか。直ネットシール1枚取られちまったからな。いいものを適正価格で。お、アルマダ・ビスチェ。女の子用か。ビスチェ魔力を高める。あ、絶対いるじゃん。ワンダホーじゃん。メガ網のドロップ28,000円。あ、ないかな。白桃の実30個、ソルドロップ10個、2980円。あ、こっちもまあ悪くないな。安いな。だビスチェが、ああ買えないか。ちょっとローンでアルバダビスチェセットくそ買えないか。じゃあしょうがないな。白桃の実セット買っとこう。30個でかいもんね。そうか、買えないか。アルマダビスチェ気になるな。まあでもまあなくてもなんとかなるからな。終わった。虚しい。金がいるな。やっぱバイトもっとしなきゃダメか。ダンジョンでの稼ぎが意外に全然なかったからな。あ、7個いいね。寂しい。俺この家の鍵持ってんのか。ちゃんと戸締まりできるか俺に。誰もいない日曜日って寂しいな。7個も遊びに行っちゃってるのか。切ないわ。最近意思疎通が図れてないからな。俺が言霊を操れないから。目の前に色がいくつあるか数えてんの。たくさんありすぎてすぐいくつ数えたか分かんなくなる。数え終わるまで帰んないよ。じゃあ俺はこの辺チラチラしたらすげえあ今あ何個分かんねえみたいな。やめておこう。今日漢字ぐらいしか話せるやついないからな。漢字言っとくか。チース。なんか俺とお前ぐらいしか暇なやつはいないみたいだぞ。遊びに行くか。うっす。またここかよ。不良のたまり場みたいになってんじゃないか。高台楽しいひとときを過ごしたか。まあ、まだこのぐらいだったら1回で上がるんだね。また次回か。最近あまり好感度が溜まってないからな。全部使い切っちゃったからな。おかえりなさい。ただいま7個。また封筒を張るか。そしたら黙々と。いや金貯めたいか。まあ本読むつのもありか。本もありだな確かに。封筒張りばっかりでちょっと根詰めすぎだからな最近。本でも読もう。リフレッシュしよう。今日も行くか。これさらっと読んじまっていいんじゃないか。今日も行くわ。もう次のやつもあるからな。お金がないもあるからな。寛容さね。よし、次の本行きたいね。やっぱ後からもらえる本の方が2個上がったりするでしょ。前半の本はもうさっさと斜め読みで消化しちまおうぜ。またお前か。パスカルのまとめとする。ノートには取ったか。お、今日真面目じゃねえかお前。聞いただけで覚えられる上等な脳みそじゃないんだ。しっかりと書き留めておけよ。まあ、言いたいことはわかる。そういえばまたカツアゲが横行してるそうだな。まったく貴様らは本当にろくなことをせん。礼儀のレの字もわきまえんと遊んじゃって。俺たちじゃないだろ別に。その社会でなんか殺人事件起きたらお前らは本当にろくなことをせんって言ってるようなもんじゃないかよ。ろくに敬語も使えないガキが偉そうに街にのさばるのと言語道断だ。そうだな天城。いや、言葉の乱れ切った花村陽介なんで一瞬ユッキー刺そうとしたんだお前。ただあのユッキーは衣服が乱れてるからな。一人だけ高速違反みたいな格好してるからな。殿と様はどちらが継承として上なのか答えてみろ。様じゃない。クソモロキンの野郎。お前どっちだと思う。様でしょ。殿様。うん、正しいと思われる答えを教えてあげた。これ敬語か。ほう、貴様のことを少々見くびっていたな。貴様っていうのもね、敬っている言い方ですよね、諸岡先生。いや、誰かの家知恵か。そういう知恵は回るからな、貴様らは。まあいいだろう、花村の言う通りだ。殿は敬意は必要ないが、便宜上何か継承が必要な際に使われる。で、今度から俺、諸岡殿って呼ぶわ。敬意がないからな。
主に書き言葉で使われる言葉だ。これくらいは押さえておけ。その通りだけど3日つくな。間違ってたらボロカスだったろうな。明日からボロカ様と呼ぶようにとか言ってそうだな。よし、伝達力がっちり。陽介も多分2段階ぐらい好感度積まないとそろそろ厳しいかな。あ、来たね、一件。じゃあ陽介かな、今溜まったし。あ、やっぱりか。割とすぐ溜まるんだね。心の友よ。ジャイアンか、お前。劇場版の。今日時間あるか？あるよな。白心。何やら陽介は必死だ。必死だったら、まあ、過ごしてあげた方がいいのかな。まあ、必死に行ってくるぐらいだから、じゃあ過ごすで。助かったぜ。心の友よ。本当俺を助けて、今日だけ、今日だけだから。怪しいなお前。じゃあまた後でな。壺とか買わせるんじゃねえだろうな俺に。布団とか。やべえ、なんかセミナーとかにハマってんじゃねえかあいつ。うん、そういえば放課後は約束をしていた。不安だけどな。そういうことか。時給は発生するんだろうな。陽介に頼み込まれ品出しの手伝いをした。時給はよこせよ。いらっしゃいませ。マジ、あ、ちゃんと専用グラフィックが、あ、名札までちゃんと書いてある。最高級サーモン59円って安くない？ご一緒にチーズもいかがですか。イタリア直輸入のこちら今日だけ298円で。それは安いのかどうかよくわからんな。こっちの棚も品出し頼む。お前はなんかせえや。口動かしながら手も動かせるだろうが、陽介。ジュネスのアルバイトだ。お、ちゃんとくれるじゃん。5500円。しかも割と高い。いいね、今金欠だったからな。あ、これがあればビスチェ買えたのかな。先にくれればよかったのに。陽介結構いいぞ、これ。頼んでくれて。割といいぞ。アルバイトを終え、陽介とやってきた。スーパーとか大変そうだよな、店員さん。急にセールやることになったらしくて、とにかく人手欲しいって親父に頼まれてさ。んなことしてる場合じゃないって言ったんだけど聞かなくて。お前普段何してるんだ。ちゃんと千恵ちゃんみたいに修行してるのか。来たるべき時に備えて。感謝しろ。先に言え。割となかなか楽しかったぞ。5500円は嬉しいな。俺なんか面倒なだけだよ。お前すげえな。社畜魂が埋め込まれてるのかもしれない。あ、嫌な先輩たちじゃないか。あ、花村派手だな。これだけ色調が違うもんな。何なの今日、超忙しいんだけど。知ってたら休んだっつの。お前俺まで出てきてんのに何言ってんだ。いや、そこはお願いしますよ。今日ちょっとボーナスもついたでしょ。500円でしょ。あ、でもそういうもんだよな。500円とか、うん、あるある。私お金貯めてるからさ、もっと給料上げてよ。いや、それは俺じゃ力不足かと。まあ、もうちょい頑張れば自然に上がるんじゃないかね。超意味ない。もうやめちまえじゃ。代わりはいくらでもいるんだよ、お前。二人は近くで話し出した。すごいボリュームの噂話だ。絶対聞こえるように話すじゃん、あいつら。これじゃ卒業旅行国内だよ。やっぱ親に全額頼もうかな。そうだな、もっと家庭教師とか塾講師とかになったらもうちょっと時給は上がるかもしれんな。男見つけて払ってもらえば。あ、さっきみたいに。あ、小西先輩、これはいかんぞ。陽介は唇を噛みしめている。いや、小西先輩そういうことやってたのかな。でもなんか結構腹黒そうだったもんね。なんか企んでそうな感じあったもんな。去年だっけ、先の駆け落ち。そうそう、帰省してきた大学生にくっついてどっかまで行ったらしいじゃん。それは不純だな。けどすぐ帰ってきてさ、自分でお金貯めて出てくって言ったって。何かしらあったのか。捨てられたってこと？うわ、知らないけど、ここでバイト始めたってことはやっぱお金貯めたかったんじゃん。何かあったんだろうな、その男と。
うちら女子高生が本気になればもっと稼げるバイトあるじゃんね。こんな田舎で夜のお仕事とかできんのかな。街に出ればいいのか。まあもう死んじゃって土になってるからな。あの人らの適当な噂だし別に気にしてねえし。あんな風に言われてかわいそうだな。まあそうだな、それに尽きるな。小西先輩の敵取ってやれるのは俺らだけだ。特別感増してきたな。だから外野は気にする必要ない。うん、我慢する必要ないんだぞ陽介。マジかよ。あの人は殴ったりするなよ。お前意外と手が先に出るタイプ。そういう意味じゃないけどな。別に驚いている、喜び驚いているな。俺お前でよかったと思うよ。なんだその熟年夫婦みたいなセリフは。お前とだったからここまで来れたような少女。まだ出会って 2,3 ヶ月だけどな。まあいろいろあったからな。陽介は力強くうなずいている。仲が深まったな、これは。すごいな、お前面と向かってお前でよかったって言われるのはなかなかだな。なんだかんだランク6か。上り詰めてきたな陽介も。まあめんどくせえよなこういうのな、こういう人間関係は。あ、いやお前のことじゃなくて。全然微塵も思わなかった俺のこと言ってるとか。わかんねえや。小西先輩の闇もまた深そうだな。つらい。なぜ俺に言霊が使えぬ。プリンだが二人7個と書いてある。いや俺には食えぬ。7個のプリンを食べてみようか。7個のプリン、いや絶対勇気上がるけどな。絶対勇気上がるよな。私にはできない。そっとしておこう。7個って書いちゃってるもん。前の涼太郎のバナナはお父さんって書いてあったから別にいいんだよ。俺にとってお父さんじゃねえから。ただね、7個のプリンはダメだな。読書しようか。次の本決めとこ。次に読む本結構溜まってんだよな。入門書、そうだそうだ、入門書もあるんだよな。あ、これ順番通りに読んでいくのか。ザ・ゲドウだっけ確か。ザ・柔道、あ、まだ溜まってる。柔道読んでいくか。さらっとでいい気がするな。本めっちゃ溜まってきてんだよな。さらっと読もう。柔道の技を、技名の由来や雑学を織り交ぜて詳しく紹介されている。強くはならない気がしたが、誰かに教えられそうな気がした。あ、知識なんだ。お、伝達力。きたー、心に響く伝達力。あ、ザ・柔道、じゃあじっくり読めばよかったね。二つ上がるのか。なんだ、ザ・柔道いいじゃん。入門書は基本強いのかな。でこれで涼太郎と話す。来たぜ、エッケンが。誰だ、あ、ちえちゃん。早いね、ちえちゃんね。あーすー、どんどん溜まっていくね。今日の放課後暇ったらちょっと付き合ってよ。ちえちゃん無理やり無理強いをしてこないね。誘ってみるか。おっ、お前は現れるのか、このステージに。今日部活だな。こないだので他の奴らの鼻明かしたし、まあ、あとは適当に頑張ろうぜ。あ、部活も気になるんだよな。いつ美咲くんって呼んでくれるんだろう。部活行こっかな。あ、またなんか入ってる。科学の授業で作りました。試してみて。ロイヤルゼリー。あー、なんか危ないの入ってそう。精子とか入ってそう。あ、いた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 。自分と同じ人がいるって普通はないでしょ。妹見つけたよ、ちゃんと。妹の場所教えた。そんなところにいたんだ。もう何してんだろう、あんなとこで。ポツーンと立ってたよ。どうせならお兄ちゃんと一緒に来ればよかったのにね。本当だよ、3人で仲良くしようよ。お兄ちゃんと私、お姉ちゃんだもんね。帰れる5個。あ、いいね、5個。よーし、あ、これでかいわ。帰れるは割と使うからな、やっぱ。じゃあ部活出ようかな。お、せっかく誘ってくれたし、せっかく調子がいいからな今。エースストライカーとして成長しておる。
で今度は前回よりいい角度のシュートシーンみたいな。これはシュートの角度があんまり、あれ上がらないのか。あ、筋金入りになった。めっちゃ上がるじゃん。あ、よかった、進んだ。長瀬どっか悪いのか。何が頭が悪そう。お、今日はバスケ部が早かったな。長瀬動きがいまいちだぞ。さっきも簡単にゴール決められたろ。長瀬なんだろう、ディフェンダーなのかな。本気出せばすごいんだって。本気を出せよ。じゃあお前本気出せよな。本気でやれよお前。お、一条もそれには憤慨。じゃなきゃ勝負がつくスポーツなんかやめれば。辛辣。はあ、一条何お前急に。一条はなんか真面目なんだろうな、スポーツ大好きなんだろうな。わかんねえと思うのか。手抜いてるってことか、永瀬が。まあまあまあ、どういう意味だよ。すげえな、怒り眉毛が。空気がピリピリしている。自分に聞けば。お、一条熱い男だったんだなお前。俺は何やってんだお前ら。すごい距離で睨み合ってる。永瀬基礎練3セットやって帰れ。はい、体育館にダッシュ。3年生にもバレてるのか、永瀬が手を抜いているということが。なんか気が散ることでもあんのかな永瀬。あっ、女か。元気割と。お前あんだけ興味がないと言ってた女にうつつを抜かして部活に手を抜くなど許さんぞ俺が。ねえ今度さ、俺は5セットやってけ。あ、ごめん私のせい。そうだよ、あのこの子別に練習練習不足だったからちょうどいい。この子あれじゃん、模型屋の娘さんの子じゃん。そっか、それじゃあ。なんなんだあいつ。おい一条、悪い。なんなんだあいつ、何か知っているようだな。俺お前に相談があるんだ。まあどうしよう、あいつのことで。どうしよう、ホモカップルの相談されたらどうしよう。今日は俺家の用事あるから今度聞いてくれるか。そうか、永瀬と一条のためなら。なんだこのゲーム。あ、そこまでの寛容さはないのか。まあ聞くよ、分かった、相談に乗ると約束した。サンキュー。別に分かったっていうのも永瀬と一条のためならっていうのもそんな変わらんだろう。カッコつけるためのステータスが足りなかったのか。ほっとしたように笑った。一条にとって重要なことなのかもしれない。あいつは足取りのこと気に入ってるみたいだしさ。俺も永瀬のこと相談できるやつお前しかいないと思ってるから。いや気になるな、一条からの信頼を感じる。一条永瀬との絆を感じた。発展したな。6か。なんか不穏な空気になってきたな運動部。怪しいな。悪い、俺も行かなきゃ。じゃあな。一条の方も見てえな。こうなるとバスケ部込みもな。2周目が必要になってくるのか。おかえりなさい七子。おりょうたぶんいねえじゃないか、せっかく俺の伝達力が上がったというのに。七子待ってろよ、もうすぐ俺の言霊を見せつけてやるからな。ザ・柔道、これもうじっくり読んでいい気がするな。知識と伝達力、知識上がるのも美味しいね。多分なんか中間テストみたいなのあるでしょ、期末テストになるんだっけ。あ、もうやべえ、学生時代の記憶がないんだよな俺、3年間の高校生の。また上がるのか、また部活に誘われそうな気がする。あ、エビ、あ、あんたか、今日ひまりしょ、付き合ってよ。また荷物持ちかね。あー、どうしようかな、水曜日、まあ、特になんもないよね。まあ、誘われるがまま行ってみるか。最近なんかエビちゃんいないんだよな、あの玄関のとこに。どこいるんだろう今エビ。え、どこだここ。え、ショップ黒子
黒子、え、何これ、なんて読むの、 FUR、 こう伏せ字があるってことか、怪しい、ケツの穴みたいな、菊の門みたいなマークあるけど、今日は軽く羽織るものが欲しいんだ。また服買いに来たのかよ。そんなに服買ってどうすんだよ、だいたい制服しか着ねえだろうが。持ってるならなぜ買う。あ、これまさに俺が思ってたやつだな。また今度買いに来よう。贅沢言うな。持ってるならなぜか、これ純粋に気になるわ。聞かせてくれ。飽きたから。制服とかほんとムカつく。愛は顔をしかめている。やべえなこいつ、大人になって苦労しそうだな。ね、喉乾いた。何それ、アイスだって買ってきて。いいよ。あ、違う、いいよってことか。いいよ、自分で行けよっていうことかと思った。一緒に行こう。今のみたい、今一緒に行けばいいじゃないかよ。まあ、いっか、その代わりグランデおごってよね。グランデってなんだね、でっかいのかね。愛はいたずらっぽく笑っている。 SML で表現してくれ。グランデとか言うんじゃない。まあ今日は何探しに来たの。多分ショップ店員からしたらすげえ金落としてくれるバカなお客ぐらいに思われてそうだな、ボンボン娘。愛ちゃんにすっごく似合うバッグが届いて、もうほんとモテ皮なの。多分数々の在庫を売ってきたんだろうな、愛ちゃんに対して、この店員。いや、いいです、今日はバッグ見に来たわけじゃない。あ、意外に冷静じゃん。乗せられるかと思ったのに。あれ、一緒の子彼氏、かっこいいね、紹介してよ。彼氏じゃありません。私なんかさ、出会いとか全然なくて。うぜえ、この店員絡みすぎだろ。話しかけるんじゃない、すいませんけど今日はこれで、また来ます。意外に礼儀を知ってるな、エビ店員に対しては。俺にももっとそのぐらいの礼節を持って接してほしいわ。いや、ショップ怖いな、服買いに行けねえわ。俺大体スーツしか着てないからな。ああ、店員って苦手。あ、意外に共通項を見つけたな、エビ。お金洗うのこっちなのにさ、なんで態度でかいんだろう。あれ、こういうなんかイケイケの店だと態度でかそうだね、店員さんもね。あー、自販機いいね、いいじゃんそれ。っていうか、まあ今で言う通販だな。いいよ。熱い、勢いで押しちまった。余計な会話とかいらないし、利害関係なしの付き合いとかあるわけないんだから。まあ、そうは言いつつも俺をちゃんと誘ってくれてるわけだからな。愛はどこか寂しそうに見える。利害関係か、なんかすげえ援助受けた。お前そのゴールドカード、お父さんと言っていたが、お父さんが複数人いるとかじゃないだろうな。どこのお父さんだね。さっきはなんかさ、あんたのこと言われてイラッとしたんだよ。お、ちょっとは俺に気を使ってくれてるのか。かっこいいってさ、よかったね。かっこいいのは否定できない。愛はなぜか気まずそうに口を尖らせている。少しだけ愛のことが分かった気がする。悪い子じゃなさそうな気はしてきた。ただ服は買いすぎだと思う。なんだかんだ順調に上がってるな、エビも。月が上がったらな、のづちを作りたいね。そろそろ帰ろっか、あっち着く頃には真っ暗になっちゃう。早く帰っても何もないけどね。また複雑な家庭事情がありそうだな、それじゃね。エビちゃん、お父さんとなんか一悶着ありそうだな。近親相関とかしてるかもしれない。俺を太郎、おかえり。やっぱ、お、買い物行ってきたか。くそ、亮太郎と話したかったのにな。あ、荷物が届いてるよ。買えなかったからな、ビスチェ、ジカネットシールね。亮太郎に行っときたいところだが、料理しようか。すまんな亮太郎。まあ、暇じゃないということでね、私も。やっぱペルソナ4がエロゲーだからさ、俺の発想もついエロゲー寄りになってしまうな。大学芋を作るための食材が揃っている。大学芋か、誰が好きなんだろうな。さっぱり系だから、さっぱり、甘い系か。甘い蜜はできた。さつまいもはどうしますか。え、網で焼くはないだろう。油で揚げる、普通揚げてるよな。酒で煮る、揚げてるだろう。
大学芋ってカリカリの感じじゃん。これはまあ普通だな。ちょっとなんか毎回自信が持てないけど、もっちり大学芋、あ、いいじゃんいいじゃん。これ誰だろうな、大学芋喜びそうなやつ。甘いもんだよね。でも誘える人が誰だっけ、俺ずっとなんかちえちゃんしか誘ってないからな。ちえちゃん、ゆっきーしか、他誰か誘うか。陽介、ちえちゃんじゃなさそうだな今回。ゆっきーか、あ、漢字、あ、一条とか永瀬とか誘えないのか、ゆみちゃんとか。あ、いけるじゃん。お、エビもいける。エビ、エビどうだろうな、甘いもん食うのかな。あ、ゆみちゃんか。どうしよう、ゆみちゃんワンチャンあるかな、いっとくか。あ、いいじゃん。なんかちょっと違和感あるな、ゆみちゃんと屋上ってのも初めてだもんな。ゆみと一緒にお弁当食べた、昨日作ったもっちり大学芋、まあ失敗作じゃないから下がることはないだろうな。あ、美味しいよこれ。お、コンビニ弁当とは違う味する。いや、コンビニの大学芋の方が美味しいんじゃないかな、よくわかんないけど。大学芋にそんなこだわったことない。料理できる男っていいかも。また作ってね、また食べ、あ、頬染めが来た。あ、特に、あ、甘いものいけるんだ、ゆみちゃん。意外だった。もうちょい渋いやつ好きなのかなと思ってた。あ、でも大学芋って渋いか。よしよし、オッケーオッケー。結果俺やったな。随分見たいな、お弁当の反応は。じゃ、今度永瀬にも試すか。チンジャオロースのピーマン抜き作った時は永瀬に持っていくわ。今日は和漢混交文やろうか。資料書の万葉集な、開いて開いて。これな、万も歌があるわけちゃうんで。実際はその半分以下かな。矢をよろずの神言うても本当にいるわけちゃうのと一緒やね。たくさんって意味ないな。さて、この万葉集から、あ、あ、そうか、今日七夕か。あ、なんかイベントありそう。それにちなんで行ってみようか。万葉集にも七夕の歌はたくさんあるで。わあ、これどうしようかな、わかるかな。万葉集ちょっと苦手だな、全然知識がないぞ。七夕の歌を多く残した歌人は誰だべな。わかりやすい消去法だった。小野小町、あ、小野小町はまあありえなくはないのか。いや、万葉集だからない、あるか、まあ、小林一茶はまずないから。まあ、普通に万葉集って言ったら柿の本の人窓でいいんじゃないのかな。小野小町もちょろっとあるのかな。柿の本の人窓は137首も七夕について読んでるよ。よう読みはったよな。これも八百万の和歌って言うてもええかもな。まあ、100個以上だったらもう八百万って言っちゃっていいだろうね。こんな風に昔の人は七夕の伝説に自分を重ね合わせたりして歌を作ったんや。当時の恋はあえん恋やったからな。この調子で結構な選んだ答えは正解だったよな。知識が高まった。なかなかいい問題だったな。まあ、小林一茶はサービスだったけど消去法でしたね。お、なんかいる謎の少年が増えてる。あいついないな、どこ行ったんだろう。またなんかバカなことやって時間潰してんのかな。生意気そうな、お、ちょっと従順じゃねえかよ今日。さて、バイトが受けれるはずだよね。病院の清掃かな。根気がいけるね。今の根気なら病院の清掃員のアルバイトができそうだ。またちょっとやることが増えるな。あと、まだ家庭教師はいけないんだっけ。寛容さん、いけ、あ、これまでいけないな。おかん級だったもんな。